されてない。あ、カンちゃん見てる。うん。あ、変わりましたよ。映っちゃいますよ、ほら。お前。ほら。全然やる気になる感じ。あ、あ、あ、あ。音入ってんかな？なんか遅れてくる。ボイス直りました。今日なったら全然普通に。あ、あ、テレビから出てるの。ってことは、設定次第やります。こうや。皆さん待ってよ。あれ？そっちから聞こう。音切っとこう。じゃあ中継は問題なくできてると思うんで行きましょうか。言いましょう。さあ、というわけで、こんにちは、こんばんはですね、電子マラジオです。ね、ユーストリームとか、セカンドライブ、あとね、iTunes で、お聞きの方どうも、電子マラジオの山サイドです。そして、よくりんでーす。声がいいよ、どうも。おい、じゃあほんまちゃんとお前あかんて。どうもよくりんです。おい、声はんな。お前何考えてんねん。お前よくりやぞ。なんで飲んのかい。なんで。いやな、前回な、うん、いろいろあったやんか。まあ前回じゃなくても、うん、今までいろいろ聞き返したんや。うん、前回ピークに、うん、自分で聞いてて、うん、俺、うん、声うっとしい。ひどい。ってことは、ラジオ関係なく、ずっとこれでいくの。いや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 。いや、あのね、前回声張りすぎてて、よう言われてないんやけど、うん、まあ俺もともと子供の時から声出なかったから、あんまりな、まあそんな言うて言うて、シャレで返せてんけど、はいはいはい、前回ひどいわ。編集で上手にやってくれてんやろ、あれも。一応、うん、その編集やったらね、こうなんか、わ、うんうん、かる、音のこの波みたいな、こう、あれやろ。気にすんなって、大丈夫。やるから、ちゃんと。今言うてんの。それこう、ガーなってもでも、ちょっと落としてるみたいな。前回まだ声張ったやんか。はい、というわけで改めまして、デジマラジオです。何のかよ。
ね、土曜日のね、はい、夜ですけども。6人です。違うよ。もう前決めた。今何人何人ヤマサイドでーす。そして、パーン6人でーす。あ、こいつ人だったよ。6人でーす。ね、よろしくお願いいたします。あ、いや、だから、なんでか言ったら、こういうのね、うん、寝るときに聞いてくれてる人もおんねんて。ああ。ねし、まあ、前が通勤に聞いてくれたりとか、うん、な、それも嬉しいよ。うん、iTunes があっての、出島ラジオですよ。そうやね。で、ほんと寝る前に聞いてる人とかって、ほんまに、普通に声絞って絞って、聞いててもやっぱり、目覚めんねんて。うん、俺の声で。なんか一瞬見や、いや、もう話すって、ね。話すって言ってるから。それね。うるさなってきたら話してるけど。そう、いろんな状況に、もう5回目ですよ、あなた。そうですね。収録は5回目ですよ。収録ですよ、デジマのね、サイト見たらもう20、ボリューム20までありますよ。そうなりますよ。漫画だったらこれ長期連載ですよ。ほんまほんま。もうラジオやからね。うん。漫画に例えた、俺は、本当にただのミスですけど。ちょっともうわっきょうからない。わっきょうからない。どっちの話してんねん。何年とかになってくるな。わけわからんな。ですけど、うん、あらな、5回目やってもおもろいな。ない楽しいな。誰も共感しないかもしれない。してないかもしれんけど。そう、だから、年齢前回、いろいろありましたけども、はい、やっとこれ、ダウンロード数も落ち着いて、うん、まあまあ、増えたり減ったりしましたけど、はいはい、まあ、2000人弱の方々が、聞いていただいてるわけですよ。うん、そこにも全対応していこうと。うん、もういろんな声をね、声を聞けば、うん、もうすぐ対応っていう。この臨機応変さが、うん、声っていうのは何？ラジオの。ラジオ聞きました的なね。ああ、そういう意見をね。意見を聞いたときに、はい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 、もうそれに対してすぐ対応できる、うん、こう幅の広さ、うん、これからのデジマラジオには必要だと思うし、うん、やっぱお前がないから、うん、いや、あるかもしれん。お前でもちょっとシャイなとこあるから、それは見せてった方がええで、それは。うん。怒れへんで、俺、それは。うん。うん。うん、シャイ？え？怒ってる？もう怒ってるが、あんま途中から聞いてなかった。ラジオやえ。ねえ、だから、こう、幅広いダウンロード数にも、そうですね。対応してってるわけですよ。ダウンロード数激減しましたよ。え？え、なんで？だから iTunes のニューリリースに載ってて、前まで。そうですよ。ただトップ画面に、そうそう、あいつや、俳優の、うん、大杉蓮の、大杉蓮の次に、次にバーンって自分ラジオのロゴが載ってたんや。まあ、それは、え、マジで？それは、最近できた番組ですよ、うん、ということ で出させてもらってたわけです。でもあれ人気あるから何ヶ月も載ってたっていう噂を聞いたで、俺は。ニューリリースが載ってたよ。新しいから。ニューリリースが載ってから何ヶ月載ってたよ。そうやね。で、おかしいやん。もう何回でも経ったら。何なん？は？どこがニューやねん。ってことで、うん。消えて。おぉ、怖い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 。めっちゃ怖いなってきた。ごめん、ガーンだった。ごめんなさい。ほんなら、え、何？だから。え？だって前は何ぼやった？前2000から3000ですよ。ダウンロード数が。で、それで落ち着いて。そう。だから、まあ、デジマラジオではリスナーと味方って呼びますけど、うんうんうん、それだけの味方がおんねやったら、うん、別に大丈夫や、言うとてん。そうやな。俺ら怒られてもいいよと。うん、2000人、3000人が喜んでんねやったらいいよって。うん、まあ、まだちょっと2、うん、2、3回なんで、消えてから2、3回なんですけど、だいたい350ぐらいですかね。もうやめようや。何を言ってんねん、お前は。なんで？もともと何人やろ。ああ、そうか。え、100ちょいやぞ。100ちょいか。うん。3倍なってまんで。いや、でも俺はその何？だから言うてるやん。俺、だから言うてるやん。何やねんな。だから期待したら裏切られんねんって。俺ずっと言うてるやん。裏切ってんが200何人は残っとるわ。じゃあ、あとの2000何百人裏切ってるやんけ。俺、うわ、絶対しまぼう。お前な、2000？二次会に350人来るか、まあ、何の二次会か知らないけど。なんかお互い例えの綺麗ないしな。確かにな。だね、そういう考え方もある。そうやな。うん。会場さえ大変やからな。この350人はもう一緒に飲めますよ。
だから確かに、確かに。だから、ありますか？ iTunes から消えても、検索して、うん、そう。だからなんか、この、購読してくれてる人だやろ、うん。バースは、そう、お前。お前、ポジティブやな。3時間に、まあ。上半期なんかあったんか、お前。ポジティブなるきっかけあったんか、お前。3時間80人が来るやろ、それやったら。3時間、あ、うん、いや、300やったら、多分、3分の1の100来るよ。うん。うん、なもう、カラオケやったらもう、大変や。大変や、抑えなあかんねん。2、30人やで。回ってけへんで、マイク。回ってこへんな。ああ、そうか、そういう考え方か。はい、そうそうそう。でも、ただ、そうやって考えていかんと。絶対、この300何人も絶対裏切るから。どうすんの、お前、どっかでお前紹介したらさ。何がやねん。何に楽しいラジオがある。そんないたずらな人がおるや。でもさ、でもさ、あれさ、相手のトップ画面消えるやんか、うん。そんなに減るもんだ。だって、なんだ検索しようがないやん。そんなの。知らん限り。レジマラジオって言葉を。あ、聞いてても？うん。そうなんだってその、さ、コメディでも記号会、新しいコメディの番組の記号会って、うん、コメディ欄パッて開けたら、うん、もう、あれ、10人光る。うん、うん、そうやな。100ぐらいあるもんな、入力。ああ、あるからな。うん、うん、うん。そん中にあんた。え、大杉連消えたんかな、本だろ。それが、うん、多分ね、うん、知らんけど、ニューリリースにあんだけ長いこと乗るっていうのは、うん、多分、お前らその間に頑張れって言うことや。ああ、はいはいはい。猶予というか。そうそうそう。うん、こんだけ、うん。研修期間やから。研修期間にいかに、頑張って、時給上げるか。それで、だいぶ掴んだ人が、うん、次に人気作品団に多分乗る。うんうん、そう俺だ、そこ行かれへんかったんか。人気作品欄見たらね、うん、大杉連ありますよ。じゃあ、あれは絶対デジマに乗っかってんねん、じゃあ。デジマ、逆や。あれなんだ、大杉連気になるなぁ、気になるなぁ、言うて。電車でゴール。誰が興味ある？連が大杉連の連。おもろいわ、それ。ロック受けるやつや、それ。いやーでもね、そうやね。だからもう、もともとはね、もともとはもう僕らの自己満足で走るタイプなんで、逆にそれにね、3秒以上の、いやー、俺、いいやんか、もうマイペースにそれはやったら。そうですね。今日はいつも通り、うん、いつも通り、何ですか、セカンドライブもつけて、で、の部屋で、はい、郵送もやりながら、暑いけどね。そうです。うん、クーラー効かせながらやってますよ。実は。はいです。アシスタント来てもらってます。アシスタント。そう、だから前回、うん、何ゆうこちゃんもおって、うんうん、また、上原も来て、同級生二人もおって、はいはい、で、その前がえその前が、コビーですよ。あ、こいつおって、うん、そんで、やったから、1回目も上原来たやろ ?1回、だから2回目しか、第2回目の収録しか舞台でやってへんのにな。ほんでや、今回な、舞台でやろうかー、言うて。そうそうそう。はい。ほんなら、今日、お邪魔虫が。最近えらい、聞いてくれてるという。僕がピリピリしてるのはね、ほんとね、もうなんで来たんかな、言うて。あんだけ言うてて、二人でしようなー、言うて。考えられへんな、思って。いいやんかー。ねえ、まあいいですけどね、はい。アシスタントの。水口さん。僕らずっと地元の話してるんですけど、はいはいはい。こちら水口さんは地元ではないんです、はい。ないですし、宮崎出身で。宮崎先生のおいくつでしたっけ？ 31、僕らの上ですからね。はい、うん、僕は映画館でバイトした時の先輩です。そうですね。だから、はい時系列で言うと、出、うん、島や小中、超えて、うん、ここも超えて、そうやな。緑林が、18区ぐらいか、うん。そうやね。どれぐらいやってたんその場合と。高校卒業の次の日から、入って、ほんま丸3年ぐらい。へぇ、うん、その映画館もうないねんな。丸3年の時ぐらいにちょうど閉館になった。難波の高島山でね。はい、前の、南外海区。南外海区ね、すごい。今日大丈夫にゃんがいって言ったんちゃう、俺今。なんか寝ばっこいもん食った。クレープだね。そうそう、そこのつながりで、今もなお、多分だから、机ガンとかやめてくださいね。だから僕が多分、もう二十歳超えてから。怒りますよ。一番よう飲みに行ってる人です。ああ、うん。
で、デジマラジオも、そう、ファンで。そうです。このアシスタント突っ込む。やりづらいぞ。何もアシスタントしてへんくせに。いやいやいや。これがね、あの、ずっとファンやるね、はい、そういうありがたい話ですよ。350分の1ですよ。この CD 邪魔やな、もう。こっち出しときゃ。誰の CD やねん、もうさっきからガンガン。うん。ね、聞いていただいてて、うん、あの、収録見たい言うて、うん。あ、セカンドアイも言うても、いっぱい来てくれてます。ありがとうございます、うん、そのね。だから、何ですか前回の、うん、あの、土曜日収録したの3回目かな、うん、第3回の収録生放送の時も夜やったけど、うん、その時ちょっと9時ぐらいからやってたっけそうやな。今回早い時間からなんで、うん、皆さん聞いていただけるのかなとか思いつつ、うんうんうん、ありがたい話ですよ、本当に。ほんまですじゃ。もう皆さんは、あの、正真正銘、デジマラジオの味方ですんで。望んでんのかないや、言うてもいいんちゃう、うん、うん、そうやね、うん。同級生とかでも言ってください、本当にね。もう。ということで。ということで、もう5回目もなると、うん。何やろうな。もう喋ることないな。何やろうな。いや、あんねんけどな。何やろな。今回、うん、この1ヶ月間は、うん、ちょっとな、俺も反省してんのが、玉林と会いすぎてるわ。会って喋りすぎ。いついや、いや、でも、あの、何言うてんのか、あんた。なんてんのか、リスナーの方、いや、味方の方、うん、本当にね、聞いてください、あの、火事から、3ヶ月経つと、はい、あ、うちの火事の話を、まだ、いやいや、まだ傷口広げますか。いや、もうないもん。もうないけどな。あ、じゃあ、ええもん見せましょう。何何何火事ね、うん、うちの火事の話があったでしょ、うん、いろいろあってね。もうね、やっぱ、自作自演や、ね、結局、ちょっと、何も言うてへんやん、その。まあ、ラジオで聞きながらも、心配してくれてる人がいたんでね。おるかそんなやつ。無事に終わりましたということで。マジのビフォーアフター。綺麗になりましたよ。はい。改装されました。ありがとうございます。じゃあね、火事のな、火事の画像と今の画像を比べたら、それは今の画像よく見えるって。じゃなくて、火事なる前と比べたらええ。なんで火事の画像と今は。なんでも綺麗になるわな。川沿いの青テントでもよく見えるわ、火事のあったやつ。どうぞ、でもめちゃめちゃ綺麗になりましたよ。もう大丈夫。すごいよね。IH で。そうです。電気コンロですね。もう IH の、ひのっけ型、ばあちゃん4回ぐらいです。いやー、そりゃー、120歳に分かれへんやろ。いやー、でも、すごい近代的だったな。うん。お風呂入ったんかいな、井の一番の。はい、当たり前だ。じゃあ、いや、ゆりで。一番に入るわな。一番風呂入るで。当たり前だ。めちゃめちゃあるわ。いいの。いいですね。まあまあ別にどこでもある風呂ないけど。で、改造とか行ってきたって。はいはい。部屋の奥、うん、まだ抜けたとこに、うん、何ていうかあれ、何度っていうの、うんうん、何度あって、あれ何畳ぐらいやろな、うんうん、?6 畳ぐらいかな。ちょっとさ、庭みたいなのを作った。6畳ぐらいの庭いうか、置いてな、そこに石あったよ。ほう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 。で、そこであんたが、何改築祝いや、言って。うん、な、この間焼肉したよ、ね。そう、だからそんなのあって喋りすぎてんねん、俺は、お前と。うん、なるほどな。うん、でも、やって覚えてん、俺も。ちゃうか。主催者が一番やったからな。いや、まあ、そっか、まあまあ、でも、でもだ、パーティーした時もみんな言ってたで、案外、うん、なんかこう喋ったら、ああ、ラジオでも言ってたな。そう。結構聞いてるわね。地元でも。そうなんや。そうだから、玉林の家を心配したメンバー集めてな。かもしれない。で、七輪で焼肉やってな。そうそうそう。暑かった。あれ、もうちょっと先にしような、次は。先にしようなって、お前、燃えたんだろ、お前。4月やねん。お前、ちょうどええわ。4月か、いや、半年とか経ってさ。うん。半年経ってまだ燃えてへんかったら、うん。それは火事からやっと決別したってことやったりするやんか。半年で普通燃えへんけどな。やっぱ気使う？コンセントとか気使う？もう大丈夫ですよ。大丈夫？広くなったかもしれないね。いや、まあ、もういらん、あれよ、もう来る家の人はみんなほんまな、思ってる以上にいらんもあるから。ああ。もう、掘った方がいいですよ。でも、引っ越しとか、大掃除とかって、うん、あれ絶対物を捨てた方がええ言うもんな。うんうん、もう、変に残してたら、うん、
整理整頓できへんっていうしな。そうそうそう。あの前な、うん、火事で大阪市から見舞い金が出るっていう話したやろ、うん、な、何十万円だっけ、2万円。いるか。絶対いらん。2万円出たんですけど、それよりも、それよりも、うん、これはええぞと思ったのは、うん、火事なんだとか、ほんまに。なんで今に乗るでパッと行かせる。10何トンぐらいだね。十何トンぐらいの材料用品ただで欲しい。火事になったとこ限定で。そうそうそう。うちは言うてや、俺、いらんゴミいっぱいあったのに。やろうそれでもめっちゃしてん。いらん、古いチャンスから。うんうん、もう、燃えたとこと全然関係ない。もう全部終わってきて。全部バラバラにして。全部これ火事で行きました。みたいなんで。火事ずらして。トラック乗せてもらって。ミッションタイプ何回も行ってもらって。めっちゃあった。え、これに来てくれる？そうだ、工事の人は、もうついでに、うん、あ行きます。持っていく、言うて。そんな話してたら、うん、地元の、うん、あの、まっちゃんっていうやつが、あほんまか、ちょっと俺もええか、言うて。お前何やっててんみたいな、見たことない機械持っていて。なんか今、たぶん、嫌だやろ。なんか、印刷系の、なんか、ほんま、見たことない業務用の、機械めっちゃ重い機械持ってきて。これ、普通でも、これ捨ててくれん。めちゃめちゃやん。そんな無茶やん、みんな便乗したんや。ほんま、はい、ほんま。火事、仲いい人火事になったからね、ちょっと捨てさせてもらって。うん、どんな情報や。いらん情報ばっかりやん。いや、でもまあ、綺麗になってそこでな、やって。はい。よかったです。楽しかったですよ。いや、ほんま、ほんまありがとうございました。いやー、でもしかし、あの時も思ったけど、今日もそうやし、うん、暑いけど、うん、あんた夏バテしてますか？いや、夏場、まだ大丈夫かなとは思うんですけど。どう、うん、俺も、ないねん、夏バテが、うん。で、周り夏バテしてる人ってちらほら、うん、なんか夏風邪ひいてる人も多い。はいはいはい。あの、夏バテって、何やろって考えたら分からんくない、うんうん、具体的なんじゃ、夏バテ言われんのは、大体言われんのはどう、なんだろ、説明してよ、じゃあ夏バテ。ありますよ。早う。いや、おいしい。そんな喋んの早ない。ありますよ。なんかこう、ちょっと疲れて、急に当たりついたのとか。うん、全くわからん。で、ちょっと体がしんどいのが。そうなんでさ、だって、一年中あるやん。例えばさ、体だるいってことやん。うん。それ、体だるいにクーラーのせいにしてるだけやん。あとは、うん。だから、温度差。温度差そうやけど、だって冬、じゃあ冬バテってないよ、温度差。なあ、これな、だから俺思うねん。これは絶対、もう現代人が作った良からぬ風邪を食ってしまったの気のせいやねん。うん。要はあんねん、気のせいって。もう、あかんて。なんか、いつもそうやねん。胃が痛い。胃が痛いっていうのはそうやねん。ないんやって。え、そう。ないって聞いてる。なんでよ、どんな意味が。なんでうちのおじいちゃん意外だったけど、痛い痛い言うてたで。あのじいちゃん、アホやん。おたことないやろ。おたことない。おてっことあんねやったいじり。全くないから。え、そうだ。うん。いや、意外は別やん。ああ。だからもう、そういうもんがあんねんから。ああ、単に。だって、何の原因もなく。ああ、今日意外痛いわっていうのはないんだよ。そう。気のせいない。ああ。なし。偏頭痛もそうや言うからな。あんねん。いや、変数は気のせいやし、いや、だから、そう、だから、要するに、気をしっかり持てば、そ、うんなもんないねん。夏バテなんかないねんって。ごめん。夏バテって、風邪ひいてる。何でか言ったら、ごめん、それは、うっせ、21ぐらい。21人の時。うんうんうん。時に、まあ、1、2年の、2年の時に、まあ、あごめんな。セーフ、セーフ。よろしよろし。え、その、なんかのね、きっかけでね、うん、もう、俺普段平熱低いやんか、うんうんうん、まあ、なんか、合コンの入り。どうでもええわ、その情報みたいな。自分で言うと思うんだけど、まあ、俺平熱低い。え、何度36度台。台って映らないから。あ、台1とか。そう、前半。みんな台じゃん。36度前半。上なんやねんけど、だから、あの、7度、微熱って言われるやつは、いや、7度1部、2部とか、でも俺、倒れそうなんで、もうフラフラなんで、
びっくりして。びっくりして、体が。で、そういうのがあって、でも、その時もそんな風邪をひいて、うん、医者からしたらもう鼻で笑うような風邪やってんけど、何を着てんの医者行った。医者行った時、頭フラフラしてるし、風邪。丸出しやん。ちゃうって、まあ、それは別の話や。お前、よう今日この手つきすんな。この手つきって大丈夫で、お前、天然やん、今日。何やねん、デジマラジオ。どないしてん、5回目で。やってすんなよ、またこの手つき。もう、やってたよ、お前やってるやん。やめろや、言うてやってる。じゃあ、呼んでやな、そこでどれぐらいしんどかって、ね、喉も痛いしさ、やめようと思って、もう風邪なんてやめようって思って、で、もう、ちょうどね、それがね、もう、大晦日とかと重なった。大晦日、正月。風が。めっちゃ嫌やろ？うっとしな。めっちゃ嫌やん。なんかだって寝てる、うん、一回下からは家族の、乾杯とか、親戚が、どうもー言うて来てんのが、会いたい親戚の兄ちゃん、姉ちゃんとかも来てたりとか、する中、寝込むの、すごい孤独感なわけです。とかがもういろいろ重なって、で、三が日終わって、4日目ぐらいから調子良かったら、もう4日間ぐらい寝込んでるわけよ。37度で、この猫の、もう、それ聞きたいよ。何それ体弱い。あれ、実は弱いし。ええねんけど、それで、あ、それに4日間行ったぐらいに、もう、ほんまにシャワー浴びながら、とりあえず俺、今年は、もうこんだけ寝込んだやつから、風邪ひかへんわ。ひかんとこちゃうの。ひかへんわ。と思って。思って。そっから。ああ、それはちょっと。わかるやろ、言ってる意味わかるやろ。だから、もう、こう思い込んだ。思い込んで。俺は、今後、風邪ひかへんって思って。だから、例えば、うん、インフルエンザが流行ってます。うん、風邪が季節の場合に流行ってます。おう、流行ってて、聞いてやん。聞いてやん。同期中、ひかへん、はい、はい、はい。違う世界の話。ブラジルで、スイカ流行ってんね、うん。あ、そう。あ、聞いてもかわいい。別にもう食いたかったと思って、どうやってやってきたんだろうな。そう。わかる？テレビ。ほんまに？わかってなかった。もう別に、例えいらんかったね。例えいらんかったな。いらんでもわかってた。例え言うやったら、もっと出さないから、お互い何も出てこえへんかったっていう。あ、俺、夏バテかなと。どこに影響でも、まあ、わかる。俺も風邪は、うん、まあ、その21以降とかいうことじゃないけど、うん、ほとんど引けへん。引かへんな、確かに。引けへん。ないけど、うん、これちょうど、二度口さん今日来てる、うん、もう一番用意してるけど、うん、スキー旅行に行って、行ってた。あれ行ってやったから、もう、7、8年前。7、8年前。アシスタメンが2パッと。長野の赤倉温泉。あ、赤倉！どこ赤倉？長野や、長野。長野？長野、新潟。絶対やんけ。隣やな。一やんな。で、2泊3日で。2泊3日そこはええやん。1日目、元気に滑った夜から、頭痛なってきて。ちょっと、あーの撮って、みどりさんと他のみんなも、じゃあ、ちょっと、温泉、行ってくるわ、って。気したって。一人で部屋で、冷え来てはって。うわー、嫌やだー。しかも、おるしなー、あれでしょ、旅先で風邪ひいて、周りに気使うってやつ、おるおる。昔、なんかで、あんた、高津とかそんなんじゃなかったっけな。あ、まあ、そんな。あるじゃあ、高津は、うん、ある自動販売機のアイスハマりすぎて、うん、2泊で、17個同じアイス食って腹壊した。うん、そんなやつはどうでもいい。そう、もんそんなやつはどうでもいい。そんな人生歩みたないわ。同じアイス10何個食う人生嫌やわ。俺は、そのスキーで、2日目の朝、うん、ちょっともう、あ、結構しんどいと。1日では、一晩では回復できなかった。やっぱまだちょっとしんどいから、午前中寝て昼から滑ろっかなーとか、うん、どうしようかなーって朝飯食いながら言うとって、うん、ほんなら、
まあ、一回測っとくって言って、体温計借りてきてくれて、ほんで、測って、ほんで、見てもらった。ほんなら、全員が、うわーって言われて、うわーそんなに寝といて寝といてって寝かれて、布団ブロッと。そんなに怖いやった黒8分。えぇあって。30黒8分。死ぬ、黒死ぬんじゃん。なあ、あ、じゃあ40度もあるか。40度、すごいじゃん。俺生きててないわ、そんなの。なあ。うん、そう、それで、結局、いるから滑ろうかな、言うてたの。ほんで、とりあえず、ほんで、ほんでやん。みんな、みんな、みんな、有名、え、だから2日目は、もう、ちょっと別だよ。だから、もう、直して、大修理、スライダーあるの。でも、黒8分あると。これはそうなわ。平熱いこう思ったら、2度キューブ下げなあかんわけや。それが、うん、次の日、うん、あの、朝起きたら、うん、もう、こんな元気な俺今まで。こんな力みなぎる自分。視界がポワーって広がって。今まであったか、この感じ。キラ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 。体が軽い。うん、もうす、まあ、ネックスプリングで起きるぐらいや。布団から。先頭食べたら悟空みたいな。そうそう、ほんまそんな。うんうんうん、戦闘力も、倍ぐらいな。やべえ、あの、コポコポに入った悟空みたいな。うん、時間かかったんだ。めっちゃ人がやってる。うん。2日目、寝たかいみたいな。あー。何がいたら、ちょっと待ってください。それはちょっと、あの、空港橋悪くてに、うん、あの、帰ったら本人寝たかいって言ったら、あの、あれね、あの、痛いなぁ。じゃあ、じゃあね。あの、大きい飲み会で、あ、意識もろとしたんか、お前。大きい飲み会で漫才やるっていう予定が、その後に。その時のネタ作ってなかった。その一日寝てるから、どうだよ、思って、ずっと一日寝たかった。寝たら、後に。いや、まあ、受けたからええねんけど。ああ、よかったな。普通、もろとして何かいるかわからずじゃん。すごいね。頑張ります。でも、その、こんなに元気なことあげたんですよ。そう、ね、って思ったけど、でもこれ完全に治ったって、もう今日元気滑んでーおー、なるほど。じゃあまあ最後一応測ってくれたら、7度ちょいだ。あ、熱はあったんや。でも多分、この、ダクサニオ、上がすごかったから、ダクサニオ自分の言うたら思い返り。はい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 。もうだから、全然滑ってなかったけど、だから7度あろうが、自分がそう思ってたら、そういうことやな。自分の普段との上がり方とか下がり方ってことやな。おでんすー。ただ、何やねん。何やねん、それ。あの、温度計って、体温計って、いる？俺、体温計。まあ、温度計はまあ、体温計はいやー、いらない。なんでこれは。だってな、例えば、風あるかどうかって、自分でわかるわけよ。しんどいっていうのは。だって、でかひかでええやん。しんどいかしんどくないかでええやん。ほんでな、それでな、例えばな、お前が風何度でもな、体温計測らんとか、滑ってても多分滑れたと思うんだよ。だって、熱で風出て、沈まなってくるから、そうだ、だから、そう、まあまあ、ね、結果はそれでまで回復しちゃったらええけど、うん、例えば、あれこれどっちやろとかって、ようなんか、たまにおるやんがしんどいアピールするやつ。はいはい。それちょっと、あれって、どうなったの、いや、なんだ。今日ちょっと俺、ええわ。どうした大丈夫てか、なんやねんって。やらかる。いや、とか、ちょっとクーラー一回止めてくれ。で、7度続けたら、やっぱり勝てない。分かってたやん、当たらんでない。で、逆に言うと、めっちゃしんどい。しんどいやん、自分登ってても、それでもない、って言うたんだよ。だって、風でも、ちょっと仕事をしはるとか、仕事して、仕事しながら直す人が多いわけよ。じゃあ、
対音性の意味が俺全く分からへんねん。いや、トランタ、あれ、頑張る言うたけど、頑張る。子供にはいる。子供は分かれへん。言われへん。分かれへんやろ。だから、頑張る度合いがするんでちゃうわけよ。だからもう、ちょっとしんどなったら、ああっていう人と、全然いける、うん。まだまだいけるっていう人、うん。まだまだいけるっていう人は、うん、40超えてもまだまだ、40度超えても、まだまだいって、うん、まあまあ、もう、見てみて、こんなの。スキーの場合な。うん、いや、もう。いや、でも、その人が頑張った末に雪に突っ込んだんやったら、本望やんけ。もう、その人突っ込んだん変わってきたね。話の論点が。だから、体温計があるがゆえに雪に突っ込まれへんくなる人生か、体温計なんかなく雪に突っ込む人生か、俺雪に突っ込む人生と思う。いや、お前だけだわ、それ。ねえ、冷たいこと言うなよ、お前。この話もっと言ってよう分からないんだけど。38以上やと、ほんまにちゃんとこう下げなあかんらしい。解熱剤的な。その方が早いねんな、あんた言うとくけど。え、分からんと、分からんと、そんなな、煮込んでるから、うん、正月もダメにすんな。分かって医者行ったら、うん、すぐ、一日で治るわけです。いや、だから、まあ、ええよ。まあ、体温計使うとどう使ってください。まあ、使ってね、それで、なるほうが、体温計はどう使ってください。ただ、もう俺の人生、今後何年いけばあれやけど、俺の人生も体温計なんか使わへん。いやね。何？絶対いらん。絶対いらん。どうすんか。もちろん。もちろん。だって、使う場面、風邪も理解ないけど、使う場面ないやん。いや、それはもう絶対に使うパターンや。ないって。風邪ひかへんもん、俺。あれ、風邪ひく人用やろ。体温計。そうやろ？絶対ない。絶対ない。なんか待ってるかな。全然わかれへん。あれ、絶対気のせいや。ごめん。なんでやねん。なんでやねん。なんで俺怒った感じになってんの。あ、頭暗くなってきた。でも、暖房で気になって大丈夫。大丈夫ですか？ねえ、ほんとに。だから、もう一つ言うならば、子供の時って、まあ、風はさ、子供やから何でも気づけないけど、夏バテなんて感じてる。ああ、まあ、そうですね。小学校の時、今日みたいなやつはいっぱいあったね。でも、喜んで飛べて、あの、プール、夏休みのプールのやつとか言ってて、あれだ、プール教室。プール開放。プール開放。プール開放行ってたやんか。夏休みの朝には毎日行ってたやんか。行ってた行ってた。その後、あの、近所のプール行ったり。嘘プールはしごが棚田山。そう。マジか。間になんかコンビニで買い食い挟んでな。そうですよ。ああ、アンドゥイなんかだって夏までないからみんな泳いでたよ。だからやっぱりね、あの子供だから楽しいものとかあったからな、あの時は。健康志向でね。あれ今プール開放、うん、中央省とかのプール開放まだやってんのかな。小学校どうなんやろやってんのかなプール開、なあんなんて、なんていうの、その休みの日に開けるってやっぱり、そうや、安全面でやるの。そうや、そういうのも今一緒のこともさ。細かいな。うん。でしょ。言うてはしたら。いや、だから、あれ、だって俺らの時もそうだったけど、正門開けっぱなしやん。ああ、そこで、要するにタイムテーブル渡されて、うん、え、あれ、1日2回ぐらいなかったっけ全然覚えてへん。声張ったし、そんなとこしなったな。そんなとこで覚えてへん。いや、確かそうよ。だって、5年の部分と、あ、違う、わかった。だから、1、3、5、2、4、6学年。何の話してんの？学年ごとに分かれてる。あ、プール開放、ね。そう、プール開放の時間だ。多分そうやで、ね。だって、6学年行ってて入られへんから、うん、1年、3年、5年は、とか、なんかそんな、低学年の時間とか、あって行ってたんやって、多分、うんうんうん。その時間帯に。うわぁ、言ってたんやろなぁ。お前今日何やねん。お前今日何やねん。いや、どっちでもええなぁと思って。じゃあ、だから、何の時も楽しかったしやな。もうちょっとでは、これ、ストレスもそうや。ストレスも、これ、大人が勝手に作った言葉で。なるほど。子供やんか、ストレスなんか何やんか。そうやなぁ。そうやろ本音何や言うたら、病気の原因言うたらストレス。ストレスやったりとか、考えすぎやったりするやん。ああ、そういうもんなんかね。もうだから絶対あかんねんって考えたら。ストレスたまらん方ですか？
うわ。え、ちょっと溜まってんねやん。溜まる。溜まってんねやん、じゃあ。いや、まだ、まだ、この感があるから、まだ、まあ、人よりちょっと多いぐらい。でも、俺、この考え方、考えすぎたらあかんっていう考え方を、うん、おややこしいな。だから、わかる今の考えすぎたらあかん。何ちゃわ、イライラすんな。ストレス溜まってる。何やねんな。めっちゃストレス溜まってる。何やねん。固まりやすいねん。俺。ストレス、うん、でも、そういう考え方がないかったら、俺もとっくに意味がないけれども。意味穴が。もう気にしいやし、うん、ここ、短期じゃないと思うんやけど、うん、まあなんか、すぐ、すぐなんかこう、カチンと来てしまうから、まあそれ短期やけどな。でもまあ、あるけど、まだ抑えれてるな。まあ、ストレスはそうらしいね。うん。わかりますよ。考えたらあかん、考えすぎたらあかん言うしな。いや、この夏はみんな考えんなと。いうことやね。夏いうか、今後、今後。心配すんなと。心配ないんや、そんなもん。ないん、ストレスとかも。いうこと伝えたい。夏バテとかない。わけやね。ない。山サイドとしては。ない、ない、ない。絶対ない。なるほど。うん。そんな、うん。あれですけども。ないやねん。ないやねん。お前な、わかった。途中から次のこと考えすぎて、なんなん、なんなん、次なんや。何何何。何や。いや、そうだな、もうな、うん。ちょっとな、もう、気になってんのかいな。忍びない。何何のこのね、僕が、うん、編集してますよ、ラジオ。はいはいはい、はい。毎回。うん。収録して、うん、で、4回に分けて、編集してますよ、うん。やってくれてますね。うん。まあ、編集してたら、うん、ちょっとあの、忍びないなと思ったんですけど。何やろ？あの、乱入した子がおったでしょ？え、いつ？いや、そこは、別にカットしないから、知ってるはずないけど。ええあ、一回目一回目いやいや、あの、もっと最近最近。最近というと、二個前になるのかな三、二個か三個前になるんですかね放送的にはね。覚えてないなぁ。まあ、おったんですよ。ラジオに乱入してきた地元の上原っていう男がおったんですけど。うんうん、まあ、編集しといてくれたら今のパターン。お前優しいな、やっぱ。やっぱり優しいわ。あの、俺ね、うん、前の収録の時に、1ヶ月前、うん、ちょっと喋ろうと思ってたことがあったんですけど、うん、それが上原のことやったんですよ。そう。あれ、嘘？そうなんです。あ、俺別でやって、あいつ来たから、その話できへんかった思って。いや、俺はだから、まるまるあいつが来た時間を押したからな。そう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 。前回の収録とか魔法と最長ちゃう、2時間半近く喋ってるけど、そうそうそう。普通通りのな、まあ、別に何も前もって決めてないから、何喋るか分からへんけど、だいたい収まるやん。2時間に。うん、前回あいつのせいでほんま、なんか気使って、ほんま。俺はのゴンビやない。俺は喋ろうと思ってたのが、うん、あの、その乱入者上原、マラソンをしよるんですよ。うん。で、する。前の収録のちょっと前に、ちょ、またあいつのちょっとさ、話、うん、ちょっとあいつの異常なとこ言っていい？何ですか？今マラソン趣味やけど、うん、まあ、地元でも、まあ、数少ない酒飲めへん男や。はいはい、そうですね。飲まれへんな。一応カルピス飲んだよね。カルピス、あの、その体質的にお酒を受け付け、それはもういいよ。うん。それ全然いい。うん、ほんで走る。うん。で、タバコも吸えへん。うん。健康体。うん。めちゃめちゃいいと思う。うんうんうん。で、趣味が貯金。はい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 。俺らまだ20代やで。うん。って思うねんけど、お前なぁ。たまにな、俺。おじいさんみたいな。おじいさんみたいな。同級生やねん。で、なんか、ああやって来て、ばあ言うけどな。うん、たまに二人で飯食いに行ったりすんねんけど、うん、なんか、まあ、また、まあ、ほんまに、乱入すんなよ、上原。まず、乱入すんなやし、上原知らん人ごめんね。出てる。ほんでねんけど、あいつな、結構スケベやねん。はい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 。好きでいうか、うん、絶倫なのかな、うんうんうん、すっごい性欲強い。ああ、なるほど。で、多分、そういうとこまあ、俺ら30前になってくると、うん、もうみんなこう衰えてくる年やと思うね。まあ、俺全く衰えてないけど、うん、まあまあ、周りでそういう声もちらほら出てきてるよ。うん、性力衰えるっていうのと、うん、あの、抜け毛気になるっていう、だんだん出てくるやん、うん、男なんか。うん
もうな、あいつ、上原には言うてんけどな、うん、あいつ最近また加速度的によう走ってるわ、趣味やから。うん、趣味が貯金とマラソンやから。うん、で、もう、マラソンやから毎日ぐらい走ってるやんか。うん、体力ついてんのか、うん、もうなんか、そういう、この間も一緒に飯食いに行った時とかも、うん、風俗行きたいわ。はい、はい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 。俺の彼女の話とか聞いてきて、うん、どんなんだ、うんうんうん、はいはいはい。最悪なんだ、うん、いつしたん下水やろ。いやまあまあ、いつしたやったらまだええかな。せやん。せやん。内容まで聞かれてうっとしいけど。あ、でも言うよ。どんなんどんなん。あどんなんどんなん。そういう、あ、そういう写真撮ってへんの。死んでまい。下水やろ、あいつ。あいつも死んでまい。さあ、そんな楽しそうな上原が何走ってるやん。100キロマラソン完走じゃないね、あれ。それだけはね、唯一ね。100キロマラソン完走っておる周り。いや、俺はもう生きてて、芸能人以外で上原だけやから。うん。だから、ほんまにすごいなと思ったから、その話を俺は前回の収録の時にしようと思ってたら、偶然。乱入してきてイラッときた。お前の話今から住んでんで。飛んだんですよ。だからね、乾燥したんが、前回の生放送の、ちょっと前。ちょっと前やったんだ。うん、だからリアルダイブに喋れたんや。そう。俺はもう、純粋に100キロマラソン乾燥の、おめでとうという。自分で自分の話潰した。おめでとうという気持ちを込めて喋りたかったよ。上原やな。もうほんで、もう、あんな扱いになってしまったやろ、うん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 、ほんで、まあ、あの扱いはちょっと、まあ、きつかったかなと思いながら。全然、もうね、玉林は優しすぎる。もう、もっと厳しくていい。ね、でも、俺ほんまな、あの、叩き足りへんかったもん。うん、バッシュバッシュ叩いてやな。まあ、うん、俺はちょっと気にしつつも、うん、まあ、そのこと喋らへんけど、まあ、それはまあ、あいつがアホやったなと。ただ、100キロやつは、11時間半ぐらいで走ってますからね。うん、それって早いの？じゃあ、なんで、単純に考えてみや。うん、普通24時間マラソン100キロ走るってヒーヒーハーハー言ってんねんて。それをやな、うん、同じ。あ、そうか、11時間ってことか。しかも、それをか。そうやで、しかも、俺もまあ、あんまり、個人的にはあんまり好きじゃないので、うん、あの芸能人が感動や言うて、走るやつな、うん。あれな、夜スタートやねん。うん、で、昼間に走るけど、はいはいはい、大阪の100キロマラソンは、ああ、そういえば。朝やね。朝から、日中、ずーっと走って。ああ、それきついな。それで、やっと日暮れてきたぐらいにゴールやから、もう、なんせ暑いねん。しかも、4月や言うても、晴れてたら結構な気温上がるじゃないですか。うん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 、だから、それをね、半日、だから芸能人の2分の1で、走ってるからね。ましてや、あんなやつが、あんなゲッツやつが乾燥したから、俺、逆に、24時間テレビ見てて、もう感動せへんと思うわ、コンビニが。倍とかやったらすごい、単純に倍。いや、24時間かけとるもんやもんな。いや、だから、でも、例えば、だから、半日上原が100キロ走って。誰にも応援されず。そうやな。あいつやっぱ、ちょっと変わってると思うわ。だって、それがあって、勢い、それもすごいことやん。だって、誰の応援も声援も受けんと、自分だけ、ツイッターでつぶやくだけの、うん、あと何、100キロ、なんかあと何キロ、今何キロだけ。今何キロとかつぶやるってやんか。それだけで、多分それもあんまいじられてないし、孤独すぎるわ。の中で100キロ走るって、多分、頭おかしないと無理やと思うんだ。もっと言うたら、俺もマラソンは、まあまあ、相当じゃないけど好きですよ、走るも、うんうん。でも、例えば、これからね、今シーズンオフなんですけど、わ、うん、かる人わかると思うんですけど、これが9月、10月ぐらいから、うん、もう本格的にマラソンシーズンってなって、うん、要するに寒い時期にマラソンがシーズンなんで、はいはい、箱根駅伝とかもそうやし、うん、なんとか国際マラソンとかもそうやけど、うん、で、同時に市民マラソンっていう、そのシーズンごとに、もう毎週末、どっか、関西やってもどっかで、全国規模でいろんなとこでマラソンあるんだけど、あれお金いんねん。結構、やるとこだったら4000、5000円とか、東京マラソンとか今度やる大阪マラソン1万円やからね。それでも、応募殺到するし、俺もそれ、な、出たことあるけど、金払って、あんな時間するって、俺も頭おかしいと思う、自分でやってても。
普通のフルマラソン。普通、だからマラソン、最近ブームで夜中走ってる人多いけど、うん、わあ、俺やっぱ頭おかしいなと思うねん。うん、走りながら。そうやな。ああ、頭おかしい人が今、うん、必死に走ってる。うん、が、頭おかしい人が、頭おかしい人を追い抜いて。追い抜いて。すれ違って。すれ違って。頭おかしい人が水分補給して、頭おかしい人がテープ、ウォールテープ切って、みたいな。頭おかしい奴は拍手して、みたいな。それは普通の人よ。見てる人は。ほんとさやな、M の世界ね。うん、そうだ、ある種そうやと思うけど、うそう。その中で、上原は、その、群を抜いてると思うし、あれ、ド M やからできない。今日はエグいなぁ。すごいよ。うん。やめ、あ、はい、はい、あ、ごめん、はい。来んなよ。来んなよ。はい。ええぞ、振りちゃうぞ。お前、ほんま次来たろ。食われ。あそこの前戻れ。Sit down, please! 来るなよ。来るなよ、ほんま次来たらほんまやからな。こんな話してからええやんな、別にな。だから、うん、それはもう、それこそほんまアホやなと思って。この、今回収録、うん、今日は7月16日ですね。はい。はい。生放送をやらせてもらってます。うん。はい、で、まあ、こんにちは。あいつは前回、乱入。で、もう来んなと言われました。前回の出禁ですよ、出禁ですよ、出禁ですよ。前回の内容的に、俺は怒りに来たんや言うてたけど、あんなも無理やり作ったらな、どうでもええことやろ。分かったやろ、あれもう無理やり、何か絞り出したからあったな。乱入したろう、どんな理由つけたろう、もうこの場でこう一緒に作ったネタみたいなことで、どうでもいいことで無理やり入ってきたけど、そう今日ね、収録の今日ね、うん、あいつ誕生日やね。今日、上原の誕生日やねん。そんな時こそ乱入って。今日来たよかったよ。今日来たよかって。計算。何やねん。だから、前行けへんかったら俺は100キロマラソン、こんな違うやつがおんねん。言うて。ほんで次の収録。で、おじさんはそれ言うてたよな、俺もな。そうだよ。あ、そんな何がすごいねんとか、まあその辺で、それこそもっと分かりやすいエピソード言ってた。うん、それこそなんで釣りの話はもっとあるよ。そう。そうですよ。アホやな。アホやろ。だから、最後のカードを。そう。アホやな、思って。そうやな。思ったけど、一応、誕生日というのを、情報をね、うん、聞いたので、うん、これはセカンドライフの中の皆さん。うん。見てもらう。リューストにも映して。だから、もうこれで、ベジマラジオ内では、上原くんはもうね。あ、水筒上原浩一で。もうこれで、上原通りは、終わります。終わります。もう二度と喋りません。今日はこれ置いて。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー&see you. See you forever. もうね、二度と、上原くんの話でも、ね、そういうことで。だから、次、皆さん聞いていただいてる方、次、ああいう形で、あいつが乱入してきた時には、一回中断します。このケーキの上の絵はね、彼のツイッターのアイコンです。アイコンですね。絵心がマイナスなんで、彼は。絵心ないと思います。絵心マイナスなんで。さあ、もうありがとうございました。もうね、もう今までお世話になりましたよ。まあ、上原君ありがとうございます。ほんまに、座れよ、今。おい、座れ。靴脱げ、靴。靴脱げよ、お前。ね、食え、はよ。そうね、上原で、うん、もうええねんけど、うん、上原の話で、うん、俺はめっちゃ好きやねん。この話めっちゃ好きなんや。上原が好きなんじゃないやろ。じゃないよ。この話、この上原のこの話めっちゃ好きやねんけど、うん、あんまりウケへん。そう、ええじゃん。もうな、うん、もうやめよ、いつから買う。ウケへんとかさ、もう。これ、自分もおってんけど、うん、そうあのね、うん、上原含めて地元何人か飲みに行っとって、うん、で、その時に、うん、一緒に飲んでた石原っていうやつが、はいはい、どうですかね、うん、そいつが、うん、少年時代から、うん、ゴキブリを素手で掴むことができるっていうね。石原はね、ちょっとおかしい。おかしい。石原もちょっとおかしい。いや、シュッとしてるし、打ったもうまいし、うん、まあ、
なあ、そんな感じに見えへんねんけど、うん。な、うん、んけど、ゴキブリって平気で掴みやん。あの、あれや、育ち悪いから。もうごっつ育ち悪いから、あいつ。そういう話をしとって、うん、で、なんか、あの時に、石原がゴキブリ掴んで、上原に向かって投げて、うわーってなったなとか、うんうんうん、そういう、ゴキブリのエピソードいっぱいみんな出し合っとって、ね、うんうん、飲みながら、うんうんうん、あったあった、そんな。気持ち悪いなぁ、キモいなぁ。何やろ、ああ、まあそうやね。うん。あ、あ、あ、あ。一回マイク切っ
あー、またや。聞こえる？声ですか？雑音ですか？綺麗になった？あー、よかった。よかった。どうでしょう。ちょっとこっちでも確認してから、いけそうやったら再開します。なんか動かなかったかもね。聞こえる？聞こえる？大丈夫？あ、ありがとう。あ、クラベさん、ありがとうございます。よかったよかった。ちょっと焦ったね。じゃあ、ユーストの方今、聞きながら確認してるんで、これでいけてたら、再開しましょうか。どういう風に再開しようかな。いや、待て、もう、いや、任せて。あ、大丈夫そうです。あ、よかった。待ってくださいね、ほんとに。すいません。また聞こえようなんて言ってください。申し訳ない。さあ、というわけで、すいません。デジマラジオ始まっての、初、うん、結構何時間も喋ってきて初めてです。音声トラブルで一回中断しましたけども、気を取り直して、うん、もう今日はもう休憩な、もう行こうか、ぶっ通しで。あ、まあ、ちょっとだけは、うん、まあまあ、ね、まあね、その、まず、本当申し訳ないですね、聞いていただいて、あの、ユーストの方とかも、申し訳ないです。まあね、話の内容が悪かった。話の内容が、また、上原の話してるときって、あいつなんやねん！ほんま、もう、おらんでも。おらんでも生き量、生き量みたいなの来たのバカに。腹立つわぁ。何もして腹立つわぁ。もう、いや、相手を乱して、あいつそういうの、あるある、持ってんねん、あいつそういうの。いや、ある種だから、うん、あいつ強運やな、思うんが、うん、こうやってトラブル、出島始まってのトラブルですよ、これ。そうやな。ねえ、これ聞いてる人とか、うん、ねえ、地元でも、うん、愛知でも一生残るやんか、これはな。ほんなら、もう上原、地元の、上町の上原は、うん、ねえ、ちょっとおもろいやんってなるやん。なるなる。これあいつの強運やねん。そうやな。もう腹立つねん、こういうのが。もうゴキブリの話とかもうええわ。なんでやねん。もうええや、だってもうそうやねん。俺好きやねん。めっちゃ気になるけど。何や、C や、もう。何、ね、どこまで話したっけ？どこまで話笑って。そう。あ、そうそうそう。地元、ね。そう。いいアシスタントですね、今日は。ゴキブリエピソードをみんなでしてて、あいつが。うん、自分で思い出して、喋られへんようになった。喋られへんようになった。思い出さないで喋られへんようになった。うん。なって、ほんみんながもう、うん、もう上原ええと、うん、もう、後で落ち着いた時に、その話してって。うん、ああ。聞くか多いか。もう笑いが落ち着くまでな。ほんで、またちょっと違う話してる間、上原は、あ、落ちた。大丈夫か、大丈夫か、落ちた。落ちた、上原の時に。落ち着いてきて、うん、ね、上原、うん、上原、うん、もういけるか、うんうんうん、さっきの話いけるか、うん、みんな期待してるもんな。ごめん、うん、大丈夫。おー、いけ、上原いけ。さっき言っとくんですけど、うん、地元の、うん、たくあんっていうあだ名の友達が別におる。別におるね、うんうん、そいつ絡みの話。うんうん、で、上原が、思いや、ごめん、うん、ゴキブリ、ああ、ゴキブリの話、うん、あのな、うん、あのな、こないだな、うん、たくあんがな、うん、あの、チャリンコでな、ゴキブリ踏んでん。終わり終わり上原1ミリも思わない上原終わりなんでそんな笑っててん、もう肩持ってこうしたらお前ほんまかーって終わりかそれ全然おもろないぞそれそれでお前どんだけ笑ってた涙流すぐらい笑ってたもんな、うん、一人で、うん、頭おかしいわあいつは、うん、あ今日から考えてめっちゃ何やろ何やろこれ、あの人すごい。だから、そんなことで、一人思い出し笑いして、涙流して、周り引きつけれる、なんていうんかね、何やろな、神経のずぶとさ、あいつある。いや、もう、もう、ショートバージョンですけど、多分同じ居酒屋で、上原、もうええか、最後ギャグせえや、って、うん、上原ってギャガー、うん、上町唯一のギャガーとかあるんで、なんか、でやって、うんうん、で広げて、うん、もうねえって顔作るだけのギャグなんですよ。はい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 、はい、で、うんうんうん、でみんな
で、お前今の玉林みたいな反応ですよ。で、みんな酔ってるし。うん。で、なんかタイミングね、で、もう一回ってやって、で、もう一回、ふわってやった瞬間に、当然みんなシーンとして、もう一回ぐらいお前振り絞れよっていうプランが、10人ぐらいの同級生が集まって。もう一回行けよ、もう一回行けよ。今シーンってなって。3回目なんかちゃうやつよ、やってんけど、1回目ファー、ほんで、二回目の、ふわー、シーンってなるかなって言ったら、ふわーって店員が向こうの方から、喜んでそういう奇跡あるねん。ああ喜んでそういう奇跡持ってんねん、上原は。俺はあれはすごいなって、上原はすごいとこやなって思う。持ってんねんな、あいつ。上原今日の誕生日ええやろこれで。ねえ、ほんと、いや、焦ったわ、あいつの話して音途切れるっていうのは。まあね、もう、ほんとって言うてんの。もう怖いわ、もうね。まあまあね、とりあえず今日は上原くんの誕生日でございます。ありがとうございました。もうね、デジマラジオではもうね、はい、お別れとなりますけど。ありがとうございました。どうでした？ありがとうございました。ね一回じゃあ休憩挟んで。てか、じゃあ、後半、まあ、あと5分後くらいに。ね、5分もいらないです。5分もいらないです。ちょっと、パソコンの設定のあれだけして。ちょっとあのね、後半ちゃんとできるように。とりあえず、一回ありがとうございます。一回切ります。はい。すいません。おもろいな。喋っていいのかようわからなくなってくるから。ツッコミどころめっちゃ満載やったけど。C をやったらまあ、会いたいなぁ。みんなすんませんね、音悪なって。横上これ聞こえてる？ああ、ほんまですか、ありがとうございます。で、先そんなに悪かったんですか？いや、もうひどかった。へぇー。その方で見て、聞いた、確認したけど。えらいことなった。これ、ユーストマンで聞こえてる？うん。あ、その方々もすいません、なんか。全部上原が悪いんで。あの、玉林山サイドではなく上原に文句言ってください。あれか、誕生日やから、デート中か。いやいや、風俗行ってるんですよ。風俗行ってる。どんだけ出てる。もう、これは。ちょっと録音の方が固まってま。生きよかう。これで、この前寝てた時めっちゃ怒られた。あ、そうだこれで、めっちゃうるさい。めっちゃかかる。あ、じゃあ一回ちょっと休憩。おいしそうやもんな。あ、ここだ。まだ入ってんの？
テスト、テスト。じゃあ、じゃあ行きましょうか。行きましょうか。すみません、皆さん。お待たせしてます。じゃあ、行きましょう。行きましょうか。後半戦も、よろしくお願いします。後半戦も頑張っていきたいと思います。で、これ、ヤマサイドです。ヨグリンでーす。じゃあ今なんで喋ってみたいなやった？あれないの今回。いつもなんか自分でこう、なんか、はい、歌い出してるよ。それは前半の時だけやん。ガッと行くやん。ガッてお前何やねんだよ。自分そういうとこあれやん。焦るわ。そういうとこ大体外せへん。やめろやそれの。それやめろや。俺気にしたらあかん。今回はなかった。じゃあ、後半はいつもないです。ゆっくりんでーす。どうもお願いしまーす。どうも楽しく。いやー、何やったん大丈夫なんもう。はい。まあね、まあこういうネット社会のね、今、うん、脆い点をあらわにしたんじゃないですか、わかります点に。何の話です？何かありました？あ、なかったことにしようとしてる。すごい。さすが編集マン。あのね、うん、あれですよ。もう前半、結構いろいろもうずっと、バーっと言ってきたんですけど、うん、結構喋ることもあるかなと思ったりするんですが。うん、っていうか、そんなことよりさ、もうさ、なんすか?7月やんか。はいはい。あっという間っていうベタなことは言いたくないけど、うん、これ、異常やろ、時の流れの速さ。おう。いくら考えて。今年特に早い。あー、ほんまじか。早いわ。あ、今年ちょっとね、いろいろ、大変なことがあるから。お前やろ。そお前。あるやん、俺だけなんですよな。みんな。そうなのかな、まあでもなんか。あれとは思うけど。これやっぱ年々そうなんですかね。年々そうやね。なんかあれらしい。分母がどんどんでかくなるかららしい。なるほど。だから、どういうことですか怒らんでよ。何文法言われても、俺、時間の流れの話してるのに、数学の授業かなと思って。文法が年齢として、分子が365人。あー、そういうことか。文法がでかくなる。だから、小学校の時は、例えば8分の365日やから、そうそうそう、約分したなんぼや。知らん。まあでも、どんどんこう、早くなっていい。そういうことですよね。そういうことですよね。そうかー、でもな今回は水口さんに来てもらった。どうも、アシスタントでーす。喋ってたからよう分からんもう上原ほど喋んないとは絶対制せないあ。あ、ごめん。誰あ、ごめん。もういい、もういい。気にせんで、気にせんで。一緒話してる。高校の釣りやねん、高校。あ、そう。下半期、うん、どうしますか目標。ねえ。なんかありますか目標。目標ねえ、どうしていきましょうか。だから何でもいいと思うね。俺は目標も決めてん。ああ。何すか？うち決めてん。な、え？どうすんの？あんた、うち決めてん。どうすんの？入ってんの？なんでだ、こういうのは遊び出してもいいと思うで、そろそろ。それ女子嫌いや。めっちゃ言いたいことあるんやろ。そうだよ。めっちゃ伝わるでしょ。進めのエコとかめっちゃ。今日ね、水野さんおるからね、こんな大和なね、玉林ですよね。普段はもう、もう鬼の形相で、負け負け。負け、負けてんの。ねえ、まあ、じゃあね、この話はね、さっき。はい、ほんで。さっきね、もう、ね、今切ろうとしてたから、編集点つくんだよ。何が、いい何がよ。なんか言いたいことあるんだ。あ、だから、言ってたよ。うん、前の収録からの続きで考えたら、うん、いろいろありまんねんで、あんた。俺？町浦ピンク独演会行ったでしょ。町浦ピンク？おう。あー！あったあった、
あの、芸人のね、松浦ピンクさん。はい。大阪の。フリーでね、どこの事務所にも所属せずに。そうです。ね、仲よろしくて、このセカンドライフにも来て、うん。あの、いろいろ関わりの深い芸人でね、うん。で、その単独ライブ行ったんですよ。うん、山崎でも行ったんですよ。うん、行った行った。井口さんも行ったわけですよ。うん、行った行った。ね、そんな話とかあるじゃないですか。おもろかったね。おもろかった。うん。おもろかったし、チケットが安かったし。そうそうそう。ピン芸人で、うん。もう見た目ヤクザみたいな。うん。町浦ピンクで YouTube 検索したら出てくる。うん、出てくるね。町の、町は、難しい方やな。街、街。街の方やな。うん。で、裏。スラム街の街やな。そうそうそう、表裏の裏で、うん、で、ひらがなでピンク。うん。町浦ピンク。これが、漫談がメインで。うん。その、単独ライブやから、何やってもええんやろうけど。うん、漫談、75分やってる。そうそうそうそ う, そう。正確には73分40秒ぐらいだったよ。細かいな。誰に聞いた？何々？ 75分の漫談っていう。面白かったね。ああ、想像できへんね。うん、俺も。どうやって、正直、お前の友達やし、その、まあまあ見たこと、何回か行ってるやんか、うん、単独ライブ、ピンクさんの。で、俺も、まあ、初めて行かしてもらって、うん、まあまあ、正直、こう、どうかな、半信半疑やったし、うん、まあ正直、そんな、思わなかったら思わないって言おうと思ったけど、うん、あれは、面白かった。うん。すごかった。うん。よかったね。うん、大阪のローカルの話、満載やったけど。うん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 。でも今度東京行けはんねんな。うん。東京行ってなんか事務所入るかもしれへんっていう話してるな、うん。いやでもすごいと思うわな。うん、同級生でも芸人おるけどな。うんうんうん。うん、すごいすごい、うん。だから人を笑かそうってする力って、うん、すごいパワーいるし、うんうんうん、いろんなこと考えながらせなあかん行為やんか。はいはいはい。だから、自分が凹んでたらできへん。できへんできへん。って普通やもんな。できへんし、凹んでても、せなあかんね、そういう職業の人は。そうです。まあまあ、やっぱすごいなぁと思ったけど、うん、この間もう、彼らはそういうことを何も考えずに生きてるんだねっていう、うん、もうあんまり俺そんなもう普段もうピリピリしたくないねんけど、うん、この間行ったこの、サンドイッチ屋さんのサブウェイでな、はいはいはい、それもね、そんな広くない、ワンルームぐらいの喫煙席。うん、で最近、分煙で喫煙席なんかこう、がっつり扉ガチャン閉まんのよ。うんうん、だからほぼ密室になんねんな。うん、その密室で、言うたら、隣り合わせないけど、千枚ね、うんうん。だから人が両サイド、右と左にの、カウンターがあるんだけど、うんうん、そこに座って背中合わせて座るんだけど、うんもうな一つ一人通れた、やっと通れるぐらいの狭さやねんけど。はいはいはい、両側に分かれるわけね。そうそうそう。で、俺食べてて、で、後ろに、扉開いたから人入ってきたの分かってんけど、まあ、別に後ろ振り返れへんやん。がっつり取ってもらう、サンドイッチを、うんうん。ほんだら、今日の俺の格好どう？って聞こえてきて、後ろから。あ、会話が聞こえてきて。聞こえてきて、だってそれは密室やし、他人しか。男女。男女。男やな、それ男女。男が、うん。こう、どう？うん。いや、結構ありっすね。いや、うん、でもだいぶありっすわ。それは、声だけ聞いてんねんね。声だけ聞いてる状態で。後ろでね。はいはい。男同士。そやろ、俺、白基調より黒基調の方がな、ファッション生きると思うねん。うん。って言い出して。うん。いや、でもね、いや、白も好きっすよ。と後輩のやつが言い出して。はいはい、後輩らしきやつが。世界一どうでもいいからやけど、うん、一刻も早く出たいと思ったんですけど、うん、もう、まだ食べ始めやから、もうすぐ出るわけにはいかへんし、どうしようかなと思ったら、でもね、先輩は、うん、前、あっち系の格好してたじゃないですか、ちょっと古着っぽい。よりかは今日みたいな綺麗めの感じの方がいいっすわ。あ、ほんま？お前も思ってた。俺もな、どっちか言うたらそっち派やねん。でも、あれはあれでな、俺な、自分で好きなスタイルやねん。うわぁ、どうでもいい。しんどい。もう、どうでもいい感がもう、その密室に充満してて、もう、なんやーってパッて振り返ったら、なるほどな、予備校生みたいな、のび太くんみたいな予備校生二人が、で、黒ベースも T シャツだけやねん。全然ファッション関係ないやん、それ。
何やねんそれ。もうキャラだけ出来上がってる。キャラだけ、中身だけ出来上がってるやん。気になるなぁ。会話にサービス精神ない。そういうやつは一日そんなんやとんねやろなぁ。なんかね、まあ、それは予備校生やとったら、先輩ってことは、見ろってことやろね。知らんけど。知らんけど、っぽい、なんか、知らんよ。なんかね、T シャツをベルトに入れてそうね。はいはいはい。うん、そんなんすんなっていうぐらい。電話で声聞こえてくることはあるやんか。うん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 、電話してはる、言うたら、一方だけの声が聞こえるわけ、うん。ある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 。前の収録でも言ったけど、うん、地元の祭りがあったでしょ。あったね、この間。うん、その言うてた、生玉さんがこの間会ってんな。じゃあマジで。詳しく前回聞いていただいた。その祭り行ってきたんやけど、うん、楽しかったなぁ、うん。別々で行ったんですけど、会ったんですけど。楽しかった。行って、祭り行って、うん、で、ひよこついがやったよ。で、俺が、俺やって、まあ無理やったけど、一緒に行ってた。ひよこついって、うん、正直、うん、今の若い子知らんねんで。あ、そうなの？知らんねんで。もう、二十歳前後は全然知らんねん。具体的に言うと、うん、なんか割り箸に、割り箸の先っちょに糸がこう垂れ下がったやつがあって、でその糸の先には、針じゃないねんけど、ちょっと、なんやろ、プラスチック的な、なんか柔らかい、うん、ものが、そこに謎の餌がこうくっついとると。うんうんうん、ほんで、それでこう、餌噛みつかして、こう引き上げる、うん、だけど、うん、割とむずいね。しっかり噛まさなあかん。うん、あ、そうか、そうか、そうか。で、俺はもうすぐあかんかって、うん。で、一緒に行ったやつが、うん、一発でバーン一発かいな。おお、釣れない言うて。うんうんうん、ほんなまあ、それは持って帰って、と。うん。連れて帰って育てるならどうぞって、ことだから、でもまあ、そんなさ、今、この28でな、ひよこ一匹持ってな。いや、飼えへんなぁ。だよな、ひよこは可愛かったけどなぁ、うん。言うたけど、その周りの、うん、周りによるギャラリーというか、うん、他の人らが、うん、うわぁ、すごい、うわぁ、釣ってるやん、そうやな。もう、なんかカップルの女の人みたいなの、うん、うわ、すごいなぁ、触らして、触らしてんねん、うん、もう一躍ヒーローみたいな。うわぁなって、周りの人らが。ほんで、大丈夫だよ、同級生。同級生、俺の高校の同級生、ね。男ね。うん、で、あえてみんなで遊んでたら、うん、小学生、小6ぐらいの男の子が、おうおうこう来て、うん、うわ、いいな。へぇ。めっちゃいいな。って言ってきて。へぇ。ほんで、めっちゃ食いついてる。全然ええから、え、買うかって言って。うん。で、そいつも、うん、まあまあ子供、うん、少年やからな、うん。ほんま、真面目に考えてあげんで、みたいな感じ。ああ、その同級生が。うん、そうそうそう。うん、そう、言うと、うわぁ、欲しいな。めっちゃ欲しいなぁ。わぁ、それ欲しいから、少年。うん、少年、もうひよこ、うん。熱量がすごいな、うん、俺、このひよこ買いたい。うん、うん。これ譲ってもらって買いたいって思って、うん、もう、そんな目してんねん、めっちゃ、うん。キラキラ、キラキラ、キラキラして。うん、ほんで、ほんま、あげんで、どうするって言ったら、うん、いきなり、うん、その、聞いてみるって言って。おー、そうか。今の小学生ってああなんかな、うん、首から携帯電話下げてんの。ああ、鍵っこならぬ携帯電話っ子。そうそうそう。うん。なんか、なんやろ。どっか展示会のスタッフみたいな感じで。ああ、はいはいはい。ぶら下げてんの、携帯を。うん、もう、見たことないフォルムの携帯電話。多分、小学生やったんだけど、それ電話しだして。うん。それずっ、もうなんか、多分おかんに許可取ってんねやろな、うん。聞こえてくんね。思ってんよ、こう。えらい長いなと思って。うん。んで、ちょっと聞いてた。え？うん。うん。いや、それはわか、うん。いや、そういうこと言って、うん。いや、わかってるやん。ちゃんとそれはやるやん。うん。あれ？うん。あれ？いや、でもそんなん、いや、俺ちゃんとやってるし、いつも。いや、揉めてるなぁ。うわ、めっちゃせ揉めてるなぁ。今日されてる。あんたなぁ、そんなんなぁ、今だけや。ひよこ大きなんねやで聞いてたら全然ちゃう話で多分怒られてるなみたいな。あんた、この間も言うてたやないか、買うよって。すぐ知らせやん、金魚。みるみるテンション下がってんねやから。金魚は別やって。うん、ちゃんと、またやる。え？うん。だいぶ経ったから、うん、もう電話をこう話して、ピッノックアウト体反らしながら、何やねん、ノックアウ
ね。最後の最後で腹立つな。うわ、なんやこいつ。なんやこいつ。こいつおもんなやろな。おもんなくなるやろな。へぇ。チャリやまだ帰ってきた。残念やな、でもな。俺らも許しとったやのにな。そうか。大変やな。そうね。あれって、でも、そうね、うるさいですもんね。え、でもあれって、大人だと卵を産むんちゃう？産む、寝てたら産むやろ。なあ。うん。あ、まあ、そうか、釣ったやつがオスかもしれへんもんな。オスかもしれへんじゃん。そうやと終わってるよな。まあ、何にしても、その、祭りで。楽しかったよ。だから、前で冷やしパン屋さんも食べたし、うん、でも、すごいなと思ったのが、昔ながらの店、だから、ひよこ釣りとか、うん、は、たぶん、一回なくなって復活してるぐらいな、たぶん、年代的に。ああ、そうなんかな。うん。で、昔、うなぎ釣りとかもあったし、はいはいはい。で、もう、今や定番となってるけど、俺ら子供の時なかったのも、クレープ屋とか。はいはいはい。クレープ屋とかも今、当たり前みたいにあるし、うん、で、これ、またもっと先行ってんやろな、思ったんが、肉巻きおにぎりとか。あ、あったな。あったやろ。ほんで、すごいなと思ったんが、シシカバブみたいな。大きい肉の皮だけ。ケバブ？うん。え、シシカバブ。シシカバブって何やったの？え？ケバブとシシカバブ。え？シシカバブって何やったの？どうちゃん？何やったの？え？シシカバブって何？シシカバブ。何？シシカバブ。まず、祭りやったら俺間違いなくケバブやと。ケバブってでもあれやろ？大きい肉を。でっかい塊を、おっさんをこす、周りをこう削って。皮だけ、皮だけ取るやつやろ？うんで、それをなんか、また別の。肉、パンかなんかに挟んで、あれうまいやつに挟んで食うと。うんうんうん。そうやつ。そうやで。やな。シシカバブやん、それ。え、シシカバブって何やった？一緒一緒。あ、一緒。ほらほらびっくりした。ほらお前、ちょっと謝れ、今の。お前、冤罪やぞ、今の。お前、今俺が間違ってる感、10万足したやろ、お前。お前300人以上に俺恥かいてやんか、お前。今日の山さでおかしいもんだ。なんでなんで今日の山さでとね、おかしいよ。なになになにくれくれ、だってさっき収録前に、溝口さんと喋ってて、溝口さんの仕事の話してて、なんか、まあまあ仕事大変やけど、まあでもね、アリバイやったらね。え、アリバイやったっけやりがい。それ、やりがいやろ。やりがいのこと、アリバイって言ってたやろ。ちゃうやん、そんなさ、いや、俺びっくりしちゃって。そんなさ、ラジオプライベートなことを言うのじゃあ、そんなんやめてや、俺、しゃべれんくなるやろ。仕事なし、まあ、アリバイあったらね。で、ミュージカルも流されへんかったよな。これで 0.5 秒ぐらい前行ったからさ、うん、やりがでしょ？やりが。やりがい。やりがちょっとリアルすぎて、俺、逆に傷ついたっていう。やりがいとアリバイが。やりがいやろって言ってくれたらよかったのに。やりがいでしょ？どうしようかなと思ってさ。俺、食べしてろうか。なんか、ただ、やりばアリバイ言うたやつが、寿司カバブ言い出したら俺間違ってる思うやん。あれ、ケバブがロス。それに関しては、だからあったりとか、ケバブがロス、ケバブ。あったりとか、そういう屋台であんねんね、それは。あったりとか。あ、もう買ったよ、ケバブ初めて。あ、そうなの。ほんなら、そんな言わないやろ。いや、まあまあ、思ってた通りの味だけど、肉みたいな、こう、切るおっさんがその外人、あれ、どこの料理？何や、トルコ。はぁ？トルコか。トルコっぽい。トルコの。ほら、合ってるやんか。お前、おい、また疑ったやろ。今のはごめん。インド料理がシーコカバブ。そこまでいいです、そこまでいいです、もう。何カバブ？多分トルコ人のおっさんが肉を切んねんな。うん、ほんで、こうやってくれんねんけど、うん、そのおっさんが、めっちゃ言うときも、はい、ケバブ、どう、ケバブ、食べる。うん、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 このおっさんテンション高いな、お前は。うん、ああ、じゃあ、一個ちょうだいって言った、うん。ケバブ、ずっと言ってて。うん、うん、うん。こう、包んで、うん、ほんで、え、それ、そう。あれ、何本ぐらいしたあれ、多分、通常500円やろ。うん、多分、店とかで、うん。店言うか、店によるか。うん。多分、500円やで、屋台でもう嫌や。神田だけ今のは神田だけや。屋台で野菜入ってるもん。何やねん。
何やの、じゃあ何、屋台屋台屋台で、うん、他の屋台やったら通常500円ってこと。いや、それが、うん、あの、そこがな、うん、多分時間のあれ、割引やったからだけど、500円バツして300円なんですよ。おーおーおー、あ、あれ300円ね、タイムサービス。あ、あれ300円ね、だからこう。あ、それはうまいと思うわ。一つちょうだいって言って、うん。で、え、これソース、これソース、何のソースなんて言って。うん。うん、キャバブ、キャバブ、キャバブ。うわ、全然喋れへんやん。それしか喋れへんやん。ほんで、え、あれは、え、それ何と何入ってる、うん、キャバブ、キャバブ。こいつあかんわ。呪われてるな、そいつ。ほんで、わからんから、うん、違う日本人のおばはん呼んで。これ何のソース言ってくる。な、だから、そんなやつは今ありつつ、うん、一番びっくりしたのは何？ラーメンバーガー。ここあったら、生田川神社の、ほんま一番ええとこ、本堂の、メインストリートあるやん。うん、これね、伝わるかな？一本道じゃないですか、普通本堂までって。はいはい、まあ、祭りの屋台、屋台が。で、上市も屋台が。結構大きいもんな、大きいから、あれでも、あれ50メートルぐらいあんのかな、あの、入り口から本堂まで。50メートルぐらいあって、で、入り口には冷やしパインがあって、で、それ50メートル。いっぱい並んでる。いっぱい並んでて、途中ね、半分ぐらい行ったところで、三つに分かれるんだよ、道が。あ、そうやね。真ん中、右左に分かれてるな、うんうん。で、俺、真ん中のメイン道路をまっすぐ行って、うんうん、ほんま本堂見えてきた、一番本堂寄りぐらいにあったよ、確か。うん、ええー、とこや、じゃあ。ええー、とこにそんな、言うたら。ラーメンバーガー。ラーメンバーガー。それ有名なのかなと思って。うん、まあ、俺ちゃんと見てへんから想像つかんねんけど。うん。だから、ええ、見た見たけど、うん、あんま詳しく見えんかったから、今途中で喋りながら、うん、あ、こんな喋んやったら食べてもよかったし、お前な、もっと見てもよかったし、なんだろう、おっさんに、こう、うん、何喋って、一つぐらい面白いエピソードあったらええかなと思いながら、うんうん、ごめん。いや、俺もちょっと、ケバブ、そんな別に読まれなかったんけど、なんか、そう、言う気持ちよくて、ちょっと長くなってますね。うん、違う、俺の、その後の、それを受けての、うん、そういう、うん、なんていうかな、祭り話みたいなのが、熱量がちょっと俺で冷めてしまったから、それはごめん。うん、あ、いや、俺もそんな、うん、全然、だから、すぐ帰ったもん、俺。違うよ、違う。あかんて、あかんて、ふのさんに、あかんて、アシスタントに頼りすぎやって、今回。依存しすぎやって。ありがたいけど。まあまあ、仲良くないやん、もっとしろ、もう。まあね。まあでも、久々で楽しかったわ。うん。行きましょう、祭りね。楽しい。これからまあまあ。雰囲気だけでも楽しい。ありますからね。あ、だから、明日、明後日、もう一個は地元の祭りがあるんで。早ないって、祭り。もう、だいたいそうなんですよ。ここ来た人って、最初は、始まる前はね、なんか緊張するわーとか、どう喋ったんやろって、みんな大概言うけど、後半絶対喋り出すんですよ。普通に飲んでる感じなの。普通に飲んでる感じなの。飲み屋感覚、いいですよ。早い。ない。早くないですよ。同じ時期です。はい。どこも、それじゃ、天神までのお祭りやから。ああ、世界一。もうな、これを。なんて何をでした何大阪世界不思議発見もうすぐ始まるなと思いながら、関係ない。日本三大祭りの一つやな。大阪やろ。あ、大阪のあれ大阪三大祭り。いや、日本にも入ってるかどうか知らんで。ああ、そうなの。大阪三大祭り。まあ、天神はね、有名。行ったことないけどな、俺。そう。まあまあ、しんどいからな、人多すぎるし、うん、なんかあの、祭りの時に、うん、あの近所で、うん、なんか飲み屋とか安なってるから、うん、その時は行くけど、もう、祭り、だって、天神さんってあれやろ？あの、落語あるとかやんな。落語の寄せあるとかやんな、確か。繁盛亭。あ、繁盛亭の近くか。そう。全然行こうと思えへんしな。いいじゃないですか。昔、うん、小学校の時、その花火をベストポジションで見に行こう言って、うん、天神祭りの花火ってすごいやんか。うんうん、言うたら小1時間ずっと上がりっぱなしやし、
ただ、小学校、高学年やったんやけど、うん、やっぱり大人に紛れると見れへんくなるのね、うん。そうやな。で、どうしようどうしようってなった時に、うん、大阪城からやって。おぉ。で、俺と、そういうこと、一色啓太と、誰だ、まあ、何人かで行ったんや。四五人で、うん。ほんで、いろいろ、その、花火の時間まで、時間ないから、どうしようどうしよう、言うて、ベストポジション探そう、言うて。ほんで、いろいろ考えた結果、大阪城や、なって、うん、要するに、大阪城の、普通に立ち止まれるところは、人で埋まってるわけよ。うん、はいはい、そうやな。大阪城から、あれ何メ、まあ、すぐ見える距離。大阪、あ、そうや、距離的にもまあまあ。近いから、うん、で、違う、ここやない、ここやない、言いながら、うん、もうほんまにね、ちょっと大阪城高台になったりするやんか、うん、坂なってたりとか、はいはいはい、そこを車輪子で上がって、うん、ほんで、言うたら、植木をかき分けて、かき分けて、うん、で外堀沿いみたいなところに行って、うん、ほんで、こう、茂みの中から見たら、うん、そない見えへんかった。うんもう隠れたベストポジションかと思って。なんでそんなとこまで入り込んだよ。いやし、なんか、途中、なんていうかな、うん、すごい思い出話したかったんけど、うん、なんか、ほんまの思い出話になってしまって、でもちゃうやん、本来。もっと、なんか、楽しく喋らなあかんやんか。いや、俺もそれは、うん、やっぱり、楽しく言ってるから、うんうんうん、まあ、そんなに笑いないかなとは思ってんけど、うんうんうん、でもやっぱりここは聞きたいし、まあ、昔からの付き合いやし、いや、それはごめん。それはごめん。でも、うん、でも、うん。うん、お前は、おかしいよ。言うてるやん、頼んだって、お前。腹立つな。何やねん、この。何やねん、この顔の。何やねん、これ。ねえ、元から言うでもいいですよ。なんかありますか？なんかあれさ。僕は、あれですね、ちょっとね、言いたいのがね、うん、まあ、さっきになるのか、先週になるのかわからんけど、うん、その友達の芸人の話してたでしょ、うん、そのつながりで、うん、今年あれがあるじゃないですか。うん、M1 がなくなった次の。ザ・漫才、はい、ザ・漫才という大会、知ってますね。あれ、どうなんやろうなぁ。M1 は今まで10年区切りやったけど、うんうん、それもなくした、した、ただ、漫才の大会。そうそうそう。うん、M1 の出場資格は、うん10年未満で、うんや、コンビ結成10年未満やったら誰でも出れた。うん、今回、コンビ結成10年未満の現役の役割がなくなりました。うん、だから、言うたら、師匠クラスでも出ようと思ってね。うん、その、ザ・マンザじゃないかプロに入る。プロ以外。だから、素人枠はなくなったんですよね。うん、そう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 。で、うん、ちょうどもう予選がずっと始まってて、ほんで、この間、うん、50組に絞られた。らしいね。あれ、だから、どういうシステムなの ?1 回戦、2回戦で、うん、ベスト50に絞るってことやね。そうそうそう。そういうことやね。なんで、そこから、まあ、客の受けとかいろんなのを見ながら、うんってことやな、まあ、どう、誰が決めるのかせんけど、50組絞られたと。うんうん、そこに、うん、言うたら、まあ去年 M1 で活躍したナイツとか、うん、スリリングラブとか、うんうん、あこんな感じでモノマネ、その大事なモノマネ出してんの。これ、でもこの間、自分、俺は8番じゃん。うん、俺、でも、ほんまにこの間コツつかんだよ。スリムクラブも。スリムクラブのモノマネね。うん。もうやらないですよ、これは。小出し小出しでします。いつ出すんだええけど。うんうん、そうそう、スリムクラブ。だから、とか、うん、もう出してん。もう出してん。もう今思った。一回、改めてやって、その質問、ふぅ今見た？ミスった今。うん、まあ、全然ね。それと一緒に、うん、メッセンジャーとか。出てたね。出てるわけ。メッセンジャー言うたら、俺らにしたらさ、まあ、大阪の、うん、もうな、見てたし、玉井の姉ちゃんを追っかけやってたしな。そうっすよ。メッセンジャー黒田に顔覚えられてないから、うちの姉ちゃん。何の自慢や。知らんわ、その情報。あれやんな、当時追っかけしすぎて、うん、なんて、ね、追っかけやめてんな。
もう姉ちゃんも大人だったからね。姉ちゃんメッセンジャーとかいろんなあの辺の人のおかげですだから、ね。二丁目芸人の。うん。で、何年ぶりかにたまたま。結構会いでんな、多分。なんもう社会人になって。ほんで、5年、6年。ほんで、ナンバー歩いてたら、たまたまメッセンジャーの黒田さんがおって、おお今何してんねんって。めっちゃ顔覚えられてるぐらい。追っかけたなぁ、それ。言われたらしいから。うんうんうん。だからそんなのも出る、すごい大会なんやけど、僕の、バイト仲間、うん。はいはいはい。バイト仲間、うん、さらば青春の光、うん、というコンビが、50組に選ばれます。すごいよね。そうなんですよ。すごいよね。だって。なかなかすごいね。そうそうたるメンバー出てたで、うん、だってな、うん、モンスターエンジンとか、ダイアンとか落ちてる。落ちてるね。アジアンとか。落ちてる落ちてる。落ちてる。キリンとかも落ちてるし。そう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 。うん。そうそうたる。笑い飯とか出てないねんけど。出てないねんな。うん、笑い飯とか出てない。フットも出てないね。フットも出てないし、うん。長川家も出てないし。出てないかな。でも。裏前をシュートも出てないな、確かに。いろんな人落ちてるのが。うん、あと、トシエレイジも出てへんし、きれいな、きれいな。阪神巨人出てないやろ？きれいな、きれいな。カオスボタン出てないのかな？出へん、出へん、出へん。カオスボタン。落ちてた、びっくりした。文鎮、文詩は出て、知らん、知らん、もう出てない、出てない。出てない、出てない。ツービート出て、出てないですわ。出てない。ツービートは出てない。いや、落ちたんだよ。誰が判断して、ツービート。でも、松竹芸能ですよ。さらば青春の光は。松竹芸能から出てんのがアメリカザリガニ。うん。出てたな、アメザリ出てたな、通ってたな。ベスト50に選ばれてたね。で、さらば。すごいな。もう一人が、チキチキジョニーって、まあ女性コンビ。あれな、俺チキチキジョニーって知ってるけど、あれすごいな、どんなんすんやろな。前、カボチャ漫才やで。一番最後に見たチキチキジョニーの漫才は、俺は思んなかった。そっからでもあそこに行ったってすごい努力してかっこええなと思うよね。だって言うてたって、そのほんまにさらばの森田さんと言ってたんやけど、うん、もうアジアン落として、チキチキゾーンに受かるかっていう。そういうことやろな。ガチでやってんやろな。ほんで、そんな話を、うん、本人に聞いてたわけです。あ、そうか、喋れるわけや。そうだ、漫才の中の話。行ってますね、って。すごいやん。ほんで、これから全国回んねんて、50組で。ええー、そうなんや。そういう予選やねんて、その最終16組に絞られんねん。はい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 、はい。それで、だから、確か言うてなんか、東京、大阪、京都、うん、で、どっか、多分、九州行くんかな。で、会場を、まあ、50組丸ごと全部回るのかわからんけど、うん、ちょこちょこ分けて、何回かネタをそれぞれがやんねん。はいはいはい。うん、で、それの総合を見て、うん、16組に絞られる。はい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 。いうことで、ほんで、だから、さらばがね、うん、もう、予選の時にめっちゃ受けてんで。おー、よかったよ。ザ・漫才。よかったよ。んで、うん、受け、漫才ちゃんと作って、うん、普段コントやけど、うん、漫才作ってめっちゃ受けて、うんうん、んで、周りの芸人からも評価高くて、うん、ほんなら、あ、いけたと。うん、あ、よかった、言うて。うんほんで、うん、漫才アワードっていう別の大会がある。ある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 。それ、ね、関西だけなのかな多分、うん。で、あれが、うん、なんか。関西の賞レースですね。なんかあれね、決勝、うん、高校生がボタンで。そう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 。お客さん全員が、だから1000人くらいが勝負と高校生向けのね。うん。ずっとね、いつもちょっとどうなんみたいな結果多いねんけど。毒吐きましたね。高校生向けの漫才アワードっていうのがあって。うんうん、で、並行して、それの予選も出とって、はい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 、森田さんが、さらばも出とって、うん、ほんなら周りの芸人らも、うん、え、あのザ・漫才の時のネタやるんやろ、うんうんうん、もう絶対いけるやんって、うんうん、みんなもうさらばもう、今めっちゃええやん。そうやろ、だってもうすごいプロばっかりが 何百組出た中のベスト50に選ばれてるから、今そのネタやったらすごいやん。同じぐらいの人だからさ、うん、すごいやん、うん。すごいやん。まあほんでしかも今日もあのネタやんや、もう絶対いけるやん、言うてプロが認める。びっくりするぐらい滑ったからね。漫才アワードで。思いくそ落ちたらしい。難しいな。お客さんによって変わんねんな。そんな違うんや。聞いてたらおもろいでしょ。あるある、あるある。昔だって俺、親にしてめっちゃ受けた話。うんその次の日、昼休みめっちゃ滑ったけど。しょぼい話だな。でもそういうことやんか。絶対バイト先で受けたけど同級生に受けへんとか。
あるってあるって、そんな。だから、俺飲みに行って、うん、そこのバーテンがめっちゃマックスで喋りかけてきて、うん、やったんですよ、うん、って時に、あ、これ、どっかで受けたんやろなってめっちゃ思うんだけど。はいはいはい。そうそうそう。まあまあでも、受ける話あるんすかじゃあ。受ける話あ、俺が他でするときにあ、なんかで、ね、うん。なあ、俺は、この間ちょっと滑らない話やってたからね。お前、ちょっと思ったんですよ。うん。なんか。昔から思わへんでも、滑らない話、ね、番組が始まったときから、うん、これ出たら何に喋ろうって思わへん。まあ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 。みんな絶対一回思ってるって。まあ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 、まあ。思ってますよね。あるけどなぁ。今日、あれね。横分けもノックさんのあたりは絶対考えてない。あーでもこういうプレッシャーをみんな乗り越えてる。そうやで、ね。そう。まずそっからやって。ね。え、ちょっと待って、待てや。ちゃんと振るやん。何やねん。やんねんやったら振るやん。じゃあもうそんなもう軽く行かして、もうそんなもなんかや。それは乗り越えんねんで。うん、まあ何や、どういうこと、どういうこと。じゃあ次行きましょう。うわ、ダーン山サイド。どういうことかいな。ね、うん。パーンって事故。あのね、短い話ですけど。あ、CM。喋りづらいなぁ。パーン。短い話ですけどね。もう一回やろ。もう一回やろ。ちょっと後ろから。いや、ほんまや、もうほんとないから、僕、話で長尺とかじゃないけど、短いんだけど、僕が、うん、僕こんな感じで28年生きてますけど、うん、皆さん、うん、生きてて、うん、初めて突っ込んだ時って覚えてます？いや、覚えてない。覚えてないでしょ。うん、僕は、小学校2年生の時やったんです。未だに覚えてます。小学校2年生のちょっと夏場やって、うん、で、当時、一緒の部屋に、まあ、親と寝てますけど、うん、まあ、ベッドで、僕と、おかん、うん、で、下に、布団で、うん、親父と弟、うん、っていう感じで寝てた、うん。でも、まあ、そんな広い家でもないので、うん、まあ、僕、小学校2年生やったんですけど、やっぱ、おねしょとかするのはすごい嫌やったんで、うん、トイレに行って、で、まあ、夜のトイレって、たとえ狭いマンションでもものすごい怖いから早く済まそうと思って。でもね、うちその、親父がすごい寝相悪いし、すごい寝言を言う。あとはタンは、あらんあらんってやったり、すごい賑やかな夜なんですね。ね、いいようにね。だから、おじこしながらも、あらんあらんって聞こえてきたら、ああ、お父さん起きてるんかな。まあなんせ声を聞いてちょっと、トイレの扉越しに安心する。うん、はいはいはい。うん。いないなんで、おしっこさ、終わって、さあ、はよ帰ろうって、おじが、うーんって、な、寝てるなぁ、と思った時に、おやじが寝ながら、うん、眠たい。寝てへんのかい寝てへんのかいが。初めての、初めての。小学校2年生の、僕の、寝言で眠たい。一人で、一人で、それ突っ込んだよな。いいですね。あ、でもいいね、いいね。あの、深夜の感じが。どうですか深夜の感じが面白い。あー、怖かったさあ、次行きましょう。バーンやった、やった、反抗してもだ。さあ、次行きましょう。今日の MVS は。まだまだ早い、まだ早い、まだ早い。誰と比べんねんな、そんなもん。さあ、行きましょう。あ、転がした。バーン玉林うちの親父がね。はいはいはい。なんねんな、すごいな。おとん、じゃあおとんの話です。おとんかぶりで。はい。おとんはまあ、知ってはると思うんですけど。いやそこは知ってるね。はいはいはい。まあまあ家族の話やったんで、うん、あれですけど、小学校の時ぐらいって、うん、大体まあ家族みんな、同じ今で、ご飯食べた後は一緒に過ごしてて、はい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 、で、その時は僕と、うん、おかんとおとんと姉ちゃんがおった、うん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 。で、姉ちゃん
姉ちゃんとおとんっていうのが、うんうん、テレビのチャンネル争いをしてた。あー、まあ家族あるある。さっき言ったように姉ちゃん追っかけ、はい、いろんなもん追っかけしてたから。芸人さん。芸人やったり、サッカーやったり、バレエやったり、いろいろある。好きな音楽。その時によって変わった。はいはいはい。まあゾンビなんかあってたよ、サッカーかなんかかな、うんうん、のテレビは見たいと。うんうんうん、で、おとんは探偵ナイトスクープは見たいと。結構争って、それ、毎回毎回。ああ、はいはい。でも、俺らも、もうそんなもう中入っていくの嫌やから、うん、どうしても絵は思いながら、こう、パーって、もう、ほっとって、うん、やっとってんけど、もう、おとんは、もう、うん、おとんね、ひょろひょろない。ああ、まあ、全く威厳もないし。線が細い。線細いし、ね、力ないし、うん、腕立てできへんし、うん、そんなんで、うん、やねんけど、もう、口喧嘩を言うたら姉ちゃん得意や。ああ、はいはい。口は立つんや、うん。ね、姉ちゃんは、姉ちゃん絶対大体強い。女の人は口喧嘩強い。はい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 。うん、で、言い合ってたら、おとんもだんだん、もうあかんようになってきて、うん、いつもおとんが負けてどっか行くねんけど。すねてな。うん、その時のおとんは、うん、もう違って。おう。もう、なんやーと。おう。なんやー聞かなーと。おう。もうチャンネル争いの末、おとんがぶち切れて。おう。もう姉ちゃんとこ行く、集め寄って行って。おう。もう、肩を、うわぁ押したうん。まあ、姉ちゃんちょっと揺れただけみたいな。あの、力が全然ないから。ないから、うんうん。うわぁ全然揺れへんかって、うん。あの、全く攻撃になってなかったよ、ね。うんうん。ほんで、おとんが、これあかんと。うん。力でも勝てん、と思ったんやろな。うんうんうん。もうええと。うんうん。もう、ええ加減にせ。うん。もうわかった。もうこんだけ、毎日、うん喧嘩してんのやったら、うん、テレビ捨てるって。おお、うん、切れたなぁ。これは、もう、親の、テレビ捨てるっていう切れ方、うん、これはもう、最後の。マジやな、マジやな。最終の、手段やんか。もう、このテレビもう、ほったらこんな喧嘩ことないやん、うん、もう、このテレビ捨てるって言って、もう、もう俺も小学生やから、うわ、怖い怖い。これマジやん。めっちゃ怖い。もう、こんな切れた音見たことない。うん、嫌やな。うわ、もうマジやん。うん、うわ、これがテレビない生活かーって、うん、お考えで、まあ、まあもう、おかんも、まあ、うん、ここまで怒ってんだよ、まあ、まあ、しゃあない、みたいな。うん。ぐわー怒って、テレビのとこ、テレビのとこぐわー言って、うん、テレビガシーン掴んで、おかんに向かって、そっち持ってひとりでせえや、それぐらいだからやねん。何でもだらかんだからやねん。だから争いまけんねん、もう。何やねん、あなたたちは。テレビも動かぜ。一切。なんやったら一回目の姉ちゃんドンで自分の力量分かったからやろな。いやー、詰めろんなーいやー、すごいなー今のはよーようできてるわ。ようできた話ですねー今のテレビやったら持つかもしれないよな。薄型やからね。そう、自分らみたいなね。さあ、最後、みぞさんで。いや、無茶ぶりやで、ね。これ乗り越えれたらすごいな怖いですね。怖い。だってこれをな、うん、弱み道具さんが見てるだけやけど、うん、言うたら、すごいですね。すごい人らが見てる中で、すごいよ。すごいね。いや、でもほんまに、一時期、ね、すべらない話が、もう大ブームやった時に、うん、もう居酒屋行っても、どこ行っても、うん、コーヒー飲み行っても、若い奴らがすべらん話してんねんけど、うん、もうな、腹立つねん。で、ええねん。もう100分それはいい。うん。それ楽しいねん。別に、うん、別に対しては何も言えへんけど、滑らない話を振ってくるやつの、あのね、これちょっと話それていいですか、はい、滑らない話ってあれ、ちゃんと見てください、うん。あれね、聞き手の役割がどれだけ重要か。うん。やんな。うん、わかるわかる。ええー、お前滑らない話してや、うん、っていうやつは、もう滑ってますから。うんうんうん、うん。そんなやつに俺、絶対言いません。ほう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 。なぜなら、聞き方に悪意あるから。わかるわかる。滑れ滑れ。結局そいつは、滑ってるやんって言いたいだけやん。わかるわー。そんなんちゃうやん。滑らない話見てる、うん、見て、そんなんちゃうやん、みんな。まあ、ギャグ振る場合もあるわな。そう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 。ああ、ああ、ああ。もう、そういうのじゃない。
聞き方にも愛情を持って、ちょっとおもろい話せや、みたいな。そうそうそう。いや、滑らない話しようや、うん。はい、お前から。って言ってるやつも大体。で、そいつせえへんもんな。そいつせえへん。そういう感じ。そう、滑ってるやんって口癖のやつ、うん、もう大体滑ってるから。そう、俺、だから、ほんまや、それ、それこそ俺はもう言いたかったやん。うん。滑ってる人の方が偉い。という。なんか、掲げたね。滑る人は偉いっていうタイトルで、うん、うん、今日は、うん、いいゲーム、もう、早喋るよな。ねえ、滑ってんだよ。何言ってんの。まあ、そんな言うな。早喋るよ、何言うの。だから、うん、滑るってことは、うん、受けるかどうかわからん話をしてるわけじゃないですか、自分の中で。ああ、はい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 、はい、まあ。ある種。自分は面白いと思ってるけど、うん、さあ、うん、あなたはどうですかっていうプレゼンやもんな。もう、うん、完璧に受けるような設定じゃないわけじゃない。はい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 。はいはい。そこを、うん、そこを思い切って乗り越えたわけですよ。うん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 。その時に踏み外しただけやろ。うん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 。そうやな。うん、挑戦はしてるってことやな。そうです。あ、そう、そういうのやばかった。ねえ、PTA か、お前。そういう、そうです。そうです。何やねん。まあ、それ、そう言いたかった。だから、挑戦もせずに、滑ってるか滑ってないか判断するようになったら、挑戦して、もちろんその失敗した方がええことやもんな。うん、経験せんと、審判すんの。いや、まあ、わかるわかるわかる。わかるわかる。だから、まあ、うん、そうやな。難しいな、その辺はな。だから、どんどん滑ったらええと思うね、みんな。でも、俺、上原滑り続けたら腹立つけどなぁ。あいつ、滑っても受けてるわ、もう。で、あいつ、それもすごい神経のつぶとさえしなぁ。だいぶ収録してきたけど、あいつ、けえへんかったな。ほんまやこんな日に来たら、どれだけ受けたか、お前。もう終わりだから言うけど。今日は来るとかやったね。どうもー言うてなぁ。歌良かったのに、まあね、言うてますけども。さあ、というわけでね、お時間の方にもそろそろなりましたけども。今日、あれですね、最後が言いますけど、何ですか何なんかこの、なんていうかな、この空気でやるのって初めてですね。何やろ、この二人の。この空気って。この空気なんちゃうやろ、この、まあ、なんか、どっさいでいいんだろうね。なんかこの、ラジオっぽいな。なんか、感覚が。ラジオっぽい？ラジオっぽい。どの辺で感じたんすか？なんか、このやりとりで。言葉下手だなぁ。下手だなぁ。いやもう。下手だなぁやろ。お前も噛んでるやろ。あ、結婚式の司会大丈夫？そうなんですよ。そうなんですよ。そうなんです。明日も。頑張ってください、明日。ほんまあ、これ、知らん、聞いてんのか、お前、ほら、新婦とか。いやね、まあ、そういう話をいただいた。そうですよ。今週言われたんですよ、司会してくれ。頑張ってください、ほんま。応援しまくんで。これね、楽しみ。ラジオ代表として。そんなに大きな看板ちゃうからな。プレッシャーにもなれへんしな。まあ、ちょっと下半期は、デジマラジオもまあ続けていく中で、うん、ちょっといろんな一面見していきましょうね。300人ぐらいに。どういうこと？いや、あかん、だから、もうあえて、こう目標を、毎月毎月掲げていってもいいんちゃうかな。わかる？あー、毎月ですか。だから、収録1回。収録1回やから、うん、来月、うん、どれには、まあまあ、するかと。どうするか。だから、それはもう個人的な、あれでもいい。あラジオのことでもいいけど。はい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 、俺なんかやったら早寝早起きとか。はぁー。あ、早寝早起きしますの。だからな、いやもう今月から俺実はもう始めてて、ほうほうほう最近朝起きて朝走って。だから俺もう10時ぐらいだったら眠ならんねん。あ、そうなんや。もう若干今眠ったら。かなりもう体が。だって俺今日土曜日やったのに8時ぐらいに起きたもん。偉い。ああ、俺大体起きてるからな。お前ほんま寝えへんよな。すごいわ。じゃあ俺は逆に、うん、最後まで帰らない。飲み。ああ大体、まあ今までもそうなんやけど、誘われたら、うん、絶対、誘われたら100回行く。で、ぐでぐでになってな。
わけわからん、まあ、ハイボール、ハイボール。そうやったら大丈夫。なんで家飲みのひどかったね、ここ。いや、そったやつ大丈夫。これね、デジマラジオ、聞いてる人は意外とね、これ、ヤマサイドの方が、こう、自由奔放で、ヨグリンの方が、これ、しっかりしてると思いますけど、はい、これ、実はちゃいますよ、これ。こいつの方が、グネグネの時いっぱいありますからね。ヤマサイドの方が、どれだけ、ちゃんとして、え、何この空気。やめてやめて、ごめんごめん。ごめんなさい、もうしませんから、許してください。最後にじゃあお礼言っといていいですか。あ、はいはい、あの、改装パーティーをね、うん、まあ、うちの、まあ、もう火事の話もええけど、もうええけど、ええけど、火事があって、うんうん、その改装が終わったんでパーティーした、まあ、その時の話ですよ、家の家ね、うんうん。はいはい。その時に、パーティーじゃない。そうです、うん、それでみんな、差し入れとか持ってきてくれ。怒ってなあかんときは。分かった。差し入れ。後で怒んのやめてな。差し入れしてくれるわけですよ。お酒持ってきたり、うん、お菓子持ってきたり、いろいろしてくれて。え、パーティーな。あつもええやん。怒ってへん。持ってきてくれたんですけど、地元の、ナナちゃんという子が、りょうくんこれ言ってお菓子持ってきてくれて。ああ、そうなの、ね。ありがとう。もう一つこれって言って、うん、タイガーバームっていうのを、もらったんです。何ですか、効能なんですか、それの。僕もね、うん、タイガーバームもらって、うん、何やって、タイガーバームって何やったっけって一瞬迷って、昔ね。よう分からずありがとう言うて、うん、後で調べて。やけどにおき。助かってるよ。燃えてへんよ。燃えてへんよ。遅い。もうどんなボケやねん。ね。まあ、なんでね、もう、下半期もね、頑張っていきましょう。ヨグリン。ヨグリン、頑張っていきましょう、ほんとにね、僕たちは。よろしくお願いします。暑いですけども、夏バテ用しますからね、この。夏バテなんかないです、この世には。いや、絶対ありません。はい、頑張って、乗り切って、乗り切って、行きましょう、本当にね。次は8月ですけど。8月は多分また昼収録ですか。そうですかね。何でもエースはほんまに。行きましょう。あたつ。あたつはもう。ね、君誕生日、まあ、それはもうさっき言ったからね。もう、え、誰の話？何って言って。あまがみの広い悪口や。あんなが言えへんの。あんなが言えへん。いや、でもね、ちょっと本当に、僕は、なんかいい感じになりました。あ、ほんまですか。寄ってきたみたいな、ね。いやー、ありがとうございました。ありがとうございました。まだね、次回もお楽しみいただけたらなと思いますが、なんか、大丈夫ですか。最後お前やん。最後俺か言うとな。ね、本当にね、暑い中、ね、こんな夜収録にお付き合いいただいた、ユーストリーム、セカンドライフ、ね、ひいてはこれ iTunes で、聞いていただける方、本当にね、300人以上残っていただいて、感慨深い限りでございます。ね、夏バテなどしないように、ね、こんな話長かったらストレスちゃうかなとも思いますんで、この辺で、締めさせていただきたいと思います。終わった。寝てた。終わった。最後に変な汗をかきつつ。じゃあ俺こんな感じで終わったらなんかもっと寒いやつ、滑ってるやつみたいやん。俺滑ってるやつみたいやん。ここ滑るとこじゃないの毎週。お前、過去4回そう思ってたんか。ちょっとおもろい話してや。ありがとうございました。ありがとうございました。みのちさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ヤマサイドでした。ヨグリンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。なんか嫌やな、最後ごめん、最後俺もアホ。自分、編集版聞いてる？聞いてるよ。だいたい最後の自分の反省のコメントを入れてんだよ。ありがとうございました。ユーストリームの方もありがとうございました。長いこと。長いこと。おもろいね。あ、おもろいですか。おもろい。ありがとうございます。こんな感じですけど。うん、ほんま、皆さんいつもありがとうございます。いつもほんまに。横分けどうやった？大丈夫やった？まだごめん、まだ聞いてるけど。どうやった？出た。じゃあ、